久しぶり、惨めに生きてるか。同級生の俺から妻を奪っておいてよく連絡してこれたな。1年も経ったってのにまだ引きずってるのかよ、ダーリ。お前を結婚式に招待するべきじゃなかった。ユリカを見た瞬間運命を感じちゃったんだわ、ごめんな。お前らが浮気してた頃、俺は精神的にボロボロだったんだ。会社は倒産するわ、身内は病気になるわ。その上俺たちがイチャイチャしてたもんな。本当に地獄だった。でも証拠はつかめずじまい、弁護士も入れず簡単に別れたからびっくりしたぜ。ちょろすぎ。思い出したら腹立たしいよ。ロビーで待ち合わせとかホテル行くにしても曖昧な言い方にして決定的な証拠を作らなかった俺大勝利。どん底に落として楽しかったか。もちろん。お前は学生時代から俺にとってムカつく存在だった。覚えがないけど、マラソン大会で1位取ってマチコちゃんから告られやがっただろうが。え？俺がトップランナーとして彼女のハートを射止めるつもりだったのに。絶対許さん。あれはお前が小石につまずいてゴール前で顔面スライディングしたんだろ。うるさいうるさい、そこは思い出させるな。まあだからこそユリカが俺のものになった時は気分爽快だった。人出なしが。お前が惨めに家を出て行った時の顔忘れられないぜ。俺は今すぐ記憶から抹消したい。話は変わるんだけどさ、俺たち結婚することになったんだわ。あっそ、興味ない。釣れないこと言うなよ。式は2週間後な。お前には招待状なんて送ってないけど、勝手に出席で決定してるから安心しろよ。話聞いてるか。っていうか急すぎだろ、行かないぞ。おいおい、そりゃ困るな。俺だってユリカとお前の結婚式に参加してやったんだから、義理を果たせ。不義理働いた人間が言うことじゃない。そんなこと言うんだ。お前の親戚、俺が役員やってる IT ベンチャー企業の取引先だろ。断ったらそっちに圧力かけるしかないかもな。脅すつもりか。まさか。ただお前が来ないとどうなるかわからないよな。親戚に迷惑かけたくないだろ。卑怯なやつめ。お前が来ればみんなハッピーってことだ。貧乏人には一生縁がないような夢みたいな式場とプランだからさ。まあせいぜい参加して悔しがれよ。本当に性格悪すぎ。あんまり昔のことをずるずる引きずってると惨めさがアップするぜ。お前という踏み台を無駄にしないよう、ちゃんと俺たちは幸せになるから。大事な同級生と元嫁の晴れ姿を見届けに来い。あいつらの LINE アカウントを削除してしまったのが間違いでした。俺は柏木優也、35歳。同級生の松本オーシャンからの連絡は最悪な知らせとなりました。やつは俺を二人の結婚式に引きずり出し、晒し者にして優越感と勝利を味わいたいのでしょう。食いるのは1年前のこと。離婚トラブルの後、俺はオーシャンたちの LINE アカウントをブロックしようとして操作を誤り削除してしまったのです。削除した場合、あっちには俺のアカウントが残ってしまいます。そのためこうして今、王さんからのトークを受け取る羽目に。あの時の俺、ちょっと落ち着け。この王さんからのトークが後にとんでもない事態を引き起こす原因となるのですが、それはまだ俺を含め誰も気づいていませんでした。結婚式まであと1週間。おい、結婚式まであと1週間だぞ。準備できてるか。何のこと。余興だよ、余興。お前にやらせてやるからよろしく頼むわ。は？何も聞いてないぞ。言ってないもん。お前暇だろ。せっかくだから俺たちの結婚式を盛り上げろ。なんだそれ。え、余興するにあたって事前にどんな式か知っておきたいって。しょうがねえな。一言も言ってない。超絶豪華なガーデンウェディングだ。キャンドルライトでロマンティックな演出もバッチリ。特注のフラワーアーチも用意してる。バックには俺の名前にぴったしな海があってさ、さんさんと太陽が降り注ぐ最高のロケーションだぜ。
え、式って昼間？バーカ、ナイトガーデンだと海も何も見えないだろうが。キャンドルって言うからてっきり夕方か夜だと。日の光の下で見るキャンドルの演出もいいだろ。まあな、夏のガーデンウェディングか。暑さ対策はちゃんと考えてるのか？真夏の昼間だとゲストも大変だぞ。ただの脇役に気を使っていられるかって、大事なことをお前に言ってなかったわ。なんだよ。結婚式には清掃で来いよ。は？炎天下で？うるせえ、式場が選んだプランナーにも同じこと言ってきたやつがいたな。全部 NG にしてやったけど。誰だってそう思うだろう。プロもそう言ってるんだったらアドバイスに従った方がいいんじゃないか。主体性ってもんがないな。そんなだからユリカの不満が溜まっていったんだぞ。え？ユリカは豪華な式を夢見てたらしいじゃん。なのにお前がやったのはしょっぽい式、ずっと心残りだったって愚痴ってたぜ。予算や準備期間の制約もあって厳しかったんだ。なこと知るか。しかもお前、ユリカも金を出せとか言ったらしいな。それは確かに、ユリカが望む式が相当豪華なプランだったから少しだけでも出してとは言ったけど。解消ないやつ。そんなひどい仕打ちをされたにもかかわらず結婚式に出席させてやろうって言ってくれるユリカの優しさに感謝しろよな。じゃ、打ち合わせがあるからアデュー。結婚式当日、嫁を略奪されたのにマジで結婚式に来るとはな。未練ありすぎだろ。かわいそう。まだ私たちに執着してるなんて、もう前を向きなよ。ああ、式が始まる前に笑いすぎて涙が出ちゃった。貧乏人のお前はこの先も一生独身。虚しすぎる。脅しかけて呼んだくせによく言うよ。そういえばさ、さっきお前が雪村さんと話してるところを見たぞ。婚活に必死な感じで受けた。え？知らないのかよ。さっきお前がロビーで話してた女性は雪村真帆っていう起業家なんだぜ。俺の会社の取引先なんだ。そうそう。で、私の小中高の同級生でもあるのよ。まだ旧姓だし、今でも独身なんてウケるって思って招待してあげたんだ。俺たちの結婚式には呼んでなかったよな。はあ、当然でしょ。あんなしょぼい式に呼んで、あの女からバカにされたらどうするの。そんな理由かよ。最近雑誌や SNS でも注目されてて調子乗ってるし、王さんとの式に呼んで現実見せてあげようと思って。私たちの素敵な式を見てハンカチでも噛みしめとけばいいんだわ。悪いやつ。え、お前たち知らないの？彼女はすでに俺と結婚してるんだけど。は？何言ってんだお前。またまた嘘ついてもすぐバレるって。本当だよ。今年の春に結婚した。じゃあ証拠を出せ。お前の口から出ることなんか信じられない。ほら。え？は？ちょっと待ってよ。そんなはずない。おい、これどういうことだよ。あ、いや、落ち着け俺。合成写真だな。うん、だって雪村さんだぞ。名字が違う。嘘っぱちだ。彼女、仕事では旧姓を使ってるんだ。そんな、本当に？うん。そしてお前たちが夢見た式は、すでに俺たちが実行済み。は？よく写真を見てみろ。本当だ、ガーデンウェディングじゃん。しかも写真を見るに、春先？うん。真夏の炎天下じゃないし、みんな快適だったよ。その時期とか、ハイシーズンだし、高いんじゃ？それなりに二人で金出し合ったしな。余裕だったよ。え、お前たちがこの時期この時間帯に挙式するのって予算が足りなかったから？あ、ひどい。考えないようにしてたのに。まだ俺は信じないぞ。もし本当なら俺より優也の方が格が上になっちまう。そんなのありえんだろ。この写真は合成だって言ってくれ。そうよね。優也の狂言を明らかにするため、この式前の忙しい私が特別に真帆に連絡取ってあげる。ちょっと待ってなさい。本当だって。謝るなら今のうちだぞ。
やばいやばいやばい、真帆から LINE 来たんだけど、マジだって。だろ。嘘だ、夢であってほしい。なんでよ、なんでよ、なんでよ、真帆と優也が結婚なんて。まさか略奪は。やっぱりそうなんだ、優也浮気してたんでしょう。私を裏切ってあのいけすかない女と一緒になるなんて、どうしてよりによって真帆なのよ。彼女とは仕事を通じて知り合った。共通の趣味があって、それで意気投合したんだ。まさか釣り。そうだ、お前が生臭くなるしキモいとか言い放った俺の唯一の趣味だよ。信じちゃダメ、真帆はあなたを誘惑するために好きでもない釣りが趣味だなんて大嘘ついたんだわ。それをやったのはお前だろうが。真帆は学生時代から私のことをずっと見下してたのよ。そんな女とひどい。真帆からはいつも突っかかって来られてヘキヘキしてたって聞いてるぞ。そんなの大嘘よ、どっちを信じるの。そりゃもちろん私よね。どう転んだって真帆だろ。なんで。マジで優也の今嫁って雪村さんなわけ。そうだけど。くそくそ、俺の理想である雪村さんとちゃっかり結婚しやがって。許せねえ、俺よりレベル高い嫁捕まえてんじゃねえよ。ちょっとそれどういう意味。私が真帆に劣ってるって言いたいの。そりゃ専業主婦希望のバイトと起業家なんて比べるまでもねえだろうが。何よ、私だって相当ムカついてるのよ。 IT 企業の役員なんて言うから期待してたのに、蓋を開けてみたらまだ成長過程だからって理由でそこそこの報酬しかもらえてない微妙なラインの男のくせに。ああ、もう一遍言ってみろ。喧嘩は二人でやってくれないか。いや、え、うん、やだ無理、払えません。何が。やっぱ間違ってこっちに送信しちゃった。ああ、どうしよう。オーシャン、私が真帆の SNS にステアカたくさん作って誹謗中傷してたのバレた。はあ、えげつない、それって犯罪だよな。ちょっとしたストレス発散だったの。なのに慰謝料とかうんぬん言ってきてて。そんな理由がまかり通るわけないだろ。まずい流れになってるような。なあなあ、混み合ってきたことだし、全部冗談ってことで終わらせない。こういうトラブル、うちの社長厳しいんだよね。ははは、勝手に言ってろ。どうしよう、真帆が慰謝料払わないなら裁判するって。ちなみに俺も訴えるから。おいおい、何言い出すかと思えば。雪村さんの件は一旦置いといて、優也は無理だろう。お前たちから結婚式に来るよう言われたことがきっかけで、真帆にお前たちとのことを詳しく話したんだ。そしたら俺が持ってる証拠でも浮気を立証できることが分かった。え、お前たちが LINE のトークでホテルで宿泊するって会話をしてるのをスクショしてたんだ。それだけじゃ証拠にはならないだろうが。俺のクレジットカードの家族カードを使ってホテルに泊まってただろ。そうだっけ。ゆうやの金は全部使ってやろうとかしてたような。それで浮気の立証ができることを真帆を通じて弁護士から教えてもらった。まだ慰謝料請求の時効は過ぎてないし、それぞれに200万ずつ請求する。ちょ、もし払えないとか無理とかごねる場合は俺だって裁判も辞さないぞ。会社に全部バレていいんだったらそっちの方が慰謝料の金額下がるからいいかもな。くえ。ねえ、まずいよ、真帆がオーシャンとこの会社との取引について考えさせてもらうって。ちょい待ち、それとこれとは関係ないだろう。采配を握ってるのは真帆だからな。彼女が NG だと判断したら無理だ。お願いやめて、そんなことしたら私たちの人生が。俺の人生を潰しておいてそんなことよく言えるな。う、落ち着いて、男は度量よ。ゆうや頼む、許してくれ、俺たちが間違ってた。だからお前の嫁を止めろ。この通り。安心しろよ。ゆうや、持つべきものは心の広い同級生だな。何が何でも絶
対に許さないからさ。っておい、せっかく結婚式に招待してもらったんだ。真帆と二人夫婦揃ってたっぷりお礼をしないとね。結婚式が台無しよ。私これからどうしたらいいの。なあ、ジーザース。後日談。さて、王さんとユリカの結婚式ですが、予想通り、いや予想以上の大惨事になりました。ユリカはショックと嫉妬で泣き出し、メイクが崩れて目は真っ赤。王さんはというと、プライドと今後の金策、仕事の進退についてで頭がパンパンだったのでしょう。終始ふてくされており、笑顔一つ見せませんでした。せっかくの結婚式なんだから少しは楽しめばいいのに。二人の結婚式の悲劇はそれだけでは終わらず、ゲストへの配慮を極限まで削っていたため、ドリンクや椅子が全く足りていない状態でした。ゲストは清掃で汗だくになりながら立ちっぱなし、熱中症で倒れる人まで出る始末。噂はあっという間に広がり、今では会社でも白い目で見られているみたいです。結婚式で見栄を張ったことで出来上がった借金に加えて浮気の慰謝料などもあり、新婚生活は早くも崖っぷちだとか。いやはや人生って皮肉なもんですね。一方、俺たちは周囲からいろいろあったけど支え合ってる素敵なカップルなんて言われています。これからもおごることなく二人で手を取り合い、幸せな結婚生活を満喫していくつもりです。今から部下を連れて帰るからつまみを用意しておけ。今日は無理をごめんなさい。あ？朝も伝えたと思うけど熱が40度近くあるの。だから？頭がクラクラするし動くのも辛くて。風くらいで大げさなんだよ。本当に今日は無理なの。部下の方に移しても大変だし。クソが、マジで使えねえな。ごめんなさい。できれば薬を買ってきてほしいんだけど。は？俺をパシるつもり？そんなつもりじゃ。その様子だと家事もやってないんだろ。うん。それで俺に頼むとか何様なわけ。お願いよ、動けなくて病院にも行けてないの。なんで毎日ゴロゴロしてるだけのお前に金を使わなきゃいけねえんだ。薬なんてもったいない、自力で治せ。そんな言い方しなくても。普段は洗濯に掃除炊事全ての家事をしてるわ。何を偉そうに。働いてないんだからそれくらいするのは当たり前だろ。誰の金で飯が食えてると思ってるんだ。またそれ、最近口論になるたびに言うよね。口答えするな。俺は両親のいないお前を養ってやってるんだぞ。なんでいつも上からなのよ。私だってあなたを支えてるわ。家事くらい誰だってできる。自分の立場をわきまえろ。何それ、夫婦なんだから対等でしょ。最近お前生意気すぎてマジでイラつく。今日は家に帰らねえから。わかりました。体調が悪い時まで勘弁してよ。喧嘩したいわけじゃないのに。私は美咲、32歳。夫の優太と結婚して2年になります。結婚当初は気遣いができてとても優しい人でした。しかし日が経つにつれて、彼は専業主婦の私を見下し、横暴な態度を取るようになったのです。仕事で疲れてるだけ、いつか元の優斗に戻ってくれる、そう信じて今まで来ましたが、彼の態度はどんどんひどくなり、最近では離婚の2文字が頭をよぎります。そしてこの後の優斗の行動で、ついに私の堪忍袋の尾が切れたのです。その日の夜中。ちょっと何するのよ。お前が40度の熱程度で寝てたからビールをぶっかけたんだ。信じられない、びしょ濡れなんだけど。体が冷えただろ。おかんが止まらないわ。フラフラしててシャワーも浴びられないし。これで熱も下がるんじゃね。最低、どう考えても悪化するでしょ。文句ばかり言うな。俺はお前の熱を冷ましてやろうと思ってやってやったんだ。はあ？せっかくタクシーで帰ってきてやったんだぞ。感謝もねえのか。
んなことするくらいなら帰ってこなくてよかった。とにかくバスタオルでいいから持ってきて。今コンビニ向かってるから無理。また出かけたの？お前にかけたビールが最後だったんだよ。ありえないんだけど。タオルくらい自分で取ってこい。もういいわ。それなら温かいスープを買ってきて。嫌だね。コンビニに行くんでしょ？ついでなんだからいいじゃない。なんで俺がお前のために金を使わなきゃいけねえんだよ。専業主婦なんだからそれくらい自分で作れ。普段ならそうする。でも今は辛くて動けないの。家事はやらねえ、仕事もしねえ、そのくせ金は使う。マジで寄生虫だな。そんな言い方しなくても、高熱が出てるのに。死ぬような病気じゃねえのに大げさすぎ。自分だって37度の微熱で辛いって言うじゃない。お前と一緒にするな。こっちは仕事をしてるんだよ。仕事をするのがそんなに偉いの？当たり前だろ。誰のおかげで飯が食えてるんだ？あなたが専業主婦になれって言ったのよ。私だって仕事をしたかった。今さら何言ってるんだ。女のお前じゃ稼げないだろ。それとも俺より金をもらってこれるのか？それは、でも栄養のバランスを考えた食事に、パリパリのワイシャツ、あなたが仕事に集中できるのは誰のおかげ？何を偉そうに。家事だって立派な仕事よ。は？そんなの俺一人でも余裕でできる。てかこんなことになるなら結婚なんてしなきゃよかったわ。え？金ばかり使ってお前はお荷物以外の何者でもないからな。あなたと結婚してから友達ともほとんど会ってないし、美容院だって行ってない。お金なんて使ってないわ。お前がいるだけで一人分余計に食費とかかかるんだ。そう考えるともったいねえよな。それは仕方ないでしょ。もう俺はお前に金を使われたくない。ってことで働け。え？期限は今月中だ。あと4日しかないじゃない。それに今はこんな体調だし無理よ。言い訳をするな。働かないなら俺が帰るまでに出て行け。私がこんな状況なのに心配もせず追い込むことばかり。もう限界、あなたにはついていけない。文句があるなら消えろ。そこは俺の家だからな。わかりました。3日後。今すぐ連絡しろ。鬼電して来ないで。忙しくて電話はできないの。 LINE も返さず何してた。今すぐ帰ってこい。いやよ、出て行けって言ったのはあなたでしょ。ふざけるな。洗濯物だって溜まってるんだぞ。だから家事はお前の仕事だろ。あら、自分でできるって言ってなかった？それとも仕事だと認めてくれたの？いちいちうるせえな。今のは言葉のあやだ。そう、とにかく今すぐ帰ってこい。じゃないと離婚するぞ。わかったわ。3日間も家を空けたんだ。帰ってきたら部屋中ピカピカに磨けよ。なんで？私は帰らないけど。はあ？さっきわかったって言ったじゃねえか。離婚することに対してわかったと返事をしたのよ。はい？私も別れるつもりだったの。でもどう切り出そうか迷ってて。先に切り出してくれて助かったわ。ちょっと待て、離婚だぞ。だからいいって言ってるでしょ。俺と別れてもいいのか？しつこいわね。願ったり叶ったりよ。一度ちゃんと話そう。今どこにいる？親友のユミの家よ。お前に親友なんていたんだな。失礼ね。ユミとは高校からの仲で結婚式にも来てくれたでしょ。そうだっけ？ってかなんでそいつの家にいるんだ？あんたが出て行けって言ったんじゃない。両親もいないし頼れるやつがいるとは思ってなかったから、本当に出て行くなんて思わなかった。正直マジでビビったわ。そう、あの日私は泣きながら家を飛び出し、フラフラになりながら公園でユミに連絡を入れたの。あんな時間に連絡するとか非常識すぎだろ。そこは私も反省してる。でもユミはすぐに来てくれて私を病院に連れてってくれたわ。じゃあ一応菓子折りでも用意しておくか。なんで？一応妻が世話になったんだからお礼を言わないとだろ。
だから離婚するって何度も伝えてるでしょ。本気だったのか。もちろん。体調もすっかり良くなったし、これから離婚に向けて動くつもり。ちょっと待てよ、その足りない頭でもう一度よく考えてみろ。何よ。お前は今まで俺に寄生して生きてきたんだ。またそれ。大事なことだろ。専業主婦の分際でこれからどうやって生活するつもりだ。就職先なら決まったわ。は？ユミは会社の社長なの。そこで働かせてもらえることになった。お前を雇うとか見る目がねえな。そんなやつがやってる会社すぐ倒産するに決まってる。残念だけど、バイトを合わせて従業員は1000人以上、全国展開してる会社よ。マジ？ちなみにどんな企業なんだ？家事代行業者。なんだよそれ、おままごとの延長線じゃん。聞いて損したわ。今は家事でお金をもらえる時代よ。顧客には有名人も多くいるみたい。あんなので金が稼げるわけねえじゃん。嘘をつ。スカッと家事代行で調べてみれば。はいはい。見つかった。俺の好きなモデルのレイちゃんが紹介してる。てかこの CM よく流れてるやつじゃん。そうよ、めっちゃ大手なの。ここに就職が決まったなら別に離婚しなくていいだろ。は？お前も生活費を入れられるから俺の負担にもならないし。何言ってるの。てか今まで俺が食わせてやったんだから、これからはお前が全額生活費入れろよ。冗談は顔だけにして。え？はんぺんにゴマをつけただけののっぺり顔で性格はクズそのもの。あんたと結婚生活を続けるくらいなら私は一生独身でいい。今まで俺のことをかっこいいって言ってたのにひどくね。好きって気持ちでフィルターがかかってたみたい。気持ちが冷めて現実が見えたの。ふざけんな。離婚したら家の家事はどうするんだよ。自分でやれば余裕なんでしょ。やろうとしたけど無理だったんだ。はい。洗濯機から水は漏れるし、米を炊いたらおかゆになっちまって、ワイシャツもアイロンかけたら焦げるし。楽勝ってバカにしてたのにいいざまね。俺が悪かった、だから帰ってきてくれ。絶対に嫌。頼むよ、これからは心を入れ替えるから。数分前まで私に生活費を出せって言ってたくせに。それはその売り言葉に買い言葉っていうか。そんな男がすぐ更生するなんて思えない。こっちが下手に出てればいい気になりやがって。お前がそんな態度ならこっちだって考えがある。何？財産分与はしない。あのさ、散々松坂牛を出せとか贅沢三昧してて貯金があると思ってるわけないのか。あんたが家に入れるお金は20万、家賃に11万、光熱費に4万、残りは生活費で消えたわ。マジかよ。少し計算すればわかるでしょうに。じゃあ慰謝料を請求する。なんの。お前がこれから家事をしなくなることへの損害だ。500万な。何を言い出すかと思ったら呆れた。別れた男の家事をする女がどこにいるのよ。うるせえ、絶対に請求してやるからな。勝手にどうぞ。私もあなたにビールをかけられたこと警察に相談するから。はい、たかがそれだけのことで。ええ、アホか、警察が取り合ってくれるわけねえじゃん。暴行罪になるんですって。もし警察が取り合ってくれなかったら弁護士に依頼して訴えるつもりよ。え、ユミに有能な弁護士を紹介してもらったの。離婚の件と合わせて相談するわ。やめてくれ、離婚は受け入れるから。あなたが最初に仕掛けたことよ。最初からおとなしく受け入れてくれてたらこうはなってなかった。そんな、本当にすまなかった。私は許すつもりはない。ここで言い合っても意味ないし、あとは弁護士と話して。待ってくれ、ごめんなさい。もう何も言わないから許してくれ。後日談。少しごねられましたが、ユートとは無事離婚成立。警察にも被害届を出し、 LINE の会話が証拠になり、ユートは罰金刑になりました。もちろん慰謝料も20万ほど支払ってもらい、
前科がついたので会社もクビになったとのこと。家事ができない優斗はコインランドリーや外食ばかりでお金が足りなくなり借金をしたそうです。しかし結局家賃が支払えなくなり強制退去になったとか。今はどうしてるか分かりません。私はというと親友の会社で楽しく働いています。人から感謝されるのは嬉しいですね。とてもやりがいがあり今は充実した毎日を送っています。明日から1週間息子の千尋を預かってください。いきなりね、どうしたの？彼氏と旅行に行くんです。千尋は5歳ですがお留守番もできるし手はかからないと思うんでよろしくお願いします。はい。お姉さん一人暮らしだから部屋も余ってますよね。ちょっと待って、彼氏ってどういうこと？そのままの意味ですけど。浮気してるの？はい。信じられない。よく自分の夫の姉にそんなこと打ち明けられるわね。私モテるんで。それに今時セカパがいるなんて珍しくないですよ。セカパって何？セカンドパートナーって聞いたことありません？初めて聞いたわ。要は彼氏のことですよ。そんなことも知らないなんておばさんは嫌ですね。常識がなさすぎるわ。子供を預けて1週間も浮気相手と旅行に行くなんてありえないでしょう。旦那の凌介は出張でいないし今がチャンスなんです。私だって息抜きしたいの。開いた口が塞がらないってこのことを言うのね。独身生活を謳歌してるお姉さんに私の気持ちはわからないですよ。まったくね。とにかく預かるのは無理。なんでですか？浮気の片棒を担ぎたくない。それに私は今出張中で家にいないわ。嘘つかないで。本当よ。女が出張なんて聞いたことない。千尋1週間独占できるんですよ。そんなこと言われてもどうしようもできないの。嘘をつくくらい千尋を預かりたくないんですね。可愛がってくれてたのも上辺だけだったんだ。違うわ。それなら預かって。できないものはできないの。ご両親やお母さんたちに頼んでみれば。両家とも県外じゃないですか。お姉さんしかいないんですよ。お願いします。何度も言ってるけど私は無理だから諦めて。ひどい。浮気なんてメリットはないんだから家族のためにもやめなさい。説教なんて聞きたくない。預かってくれないなら職場に押しかけますから。え？そこであることないこと言い回っちゃうかも。職場に迷惑かけないで。じゃあ千尋お願いします。だから本当に家にいないのよ。もういいです。わかりました。仕事中にあんな暴露を勘弁してよ。本当に分かってくれたのかしら。私はゆか32歳。弟の凌介としおりさんは6年前に結婚しました。彼女は空気が読めないというか自分勝手な一面があり私の苦手なタイプ。でも弟の選んだ女性だし私も適度な距離を保って接していたんです。でもまさかあんな衝撃的な告白をされるなんて。弟に伝えようとしましたが千尋くんもいるしどうするべきか悩んだ結果、出張が終わったらそれとなく弟に話を聞こうと思いました。しかしそんな矢先、とんでもない事態が起きたのです。翌日。姉さん大変だ。どうしたの？千尋が病院に運ばれた。何があったの？千尋くんの容体は？意識がないって。転んだ拍子に頭を打ったみたい。とりあえず命に別状はないようだけど。よかった。通行人の人が倒れてた千尋を見つけてくれて警察と救急車を呼んでくれたらしい。まさか一人で遊ばせてたの？そうみたい。あれだけ一人で外に行かすなって言ってたのに。今はしおりさんが付き添ってるの？それが連絡がつかないみたいで。え？でも凌介は出張中なのよね？うん。千尋のカバンに俺としおりの電話番号が書いてある迷子札を入れておいたからすぐ連絡が来たんだ。そうだったのね。それで千尋くんはどこにいたの？それがスカット公園の近くの河川敷で倒れてたって。うちの近くじゃない。うん。
俺の家からは車で30分はかかるし、姉さん何か知らない？今私は出張中で家にいないから。そっか、しおりに連絡してるのに電話にも出ないし LINE も既読がつかないんだ。え、でもまさか。何？知ってることがあるなら話してほしい。いや、昨日しおりさんから千尋くんを預かってほしいって連絡が来たの。それで？粘ってきたけど出張中だからって断ったわ。預ける理由は？それがすごく言いにくいんだけど、浮気旅行だって。あのクソ甘。でも昨日は分かったって言ってたし、私の家の前に千尋くんを置き去りにしたなんてさすがにないわよね。いや、あいつのことだ。ワンチャンあるかも。嘘でしょ。いくら千尋くんがしっかりしてても、まだ5歳の子供だよ。しおりの話を聞かないことにはわからないけど、こうなった以上あいつしか考えられないし。確かに。昨日のうちに話すべきだった。ごめんなさい。姉さんが謝ることじゃないよ。とりあえず今出張先から病院に向かってるから、着いたらまた状況を連絡するよ。私も上司に話したら上がらせてもらえたわ。どこの病院に行けばいい？ピヨピヨ病院。わかった。迷惑かけてごめんな。全然。しおりさんとの LINE の履歴もあるから後で詳しく話すね。わかった、気をつけてな。6日後。1週間息子預かってくれてありがとう。やっと連絡を返したわね。何回も電話したのよ。ごめんなさい、旅行中邪魔されたくなくてスマホの電源を切ってて。凌介からも LINE 来てたでしょ多分。まだ見てないんですよね。何のんきなこと言ってるの。こっちは大変だったのよ。たかが1週間千尋を預かっただけで大げさすぎ。でもお姉さんのおかげで浮気旅行楽しめました。ありがとうございます。怒りを通り越して呆れるわ。なんで怒ってるんですか。とりあえず今から千尋を迎えに行きますね。私は家にいない。そもそも断ったでしょ。は？じゃあ千尋は？誰も預かってないわ。何言ってるの。千尋はお姉さんの家の前に置いておいたでしょ。私は出張でいないって伝えたはずよ。またそんな嘘ついて。5歳の子供を放置するとか信じられない。無責任だわ。それはこっちのセリフ。あれだけ説明したのに家の前に置いて浮気旅行に行くとか何考えてるの。うるさい。偉そうに説教しないで。千尋に何かあったら許さないから。よくそんなことが言えるわね。子供よりも浮気相手を優先するなんて母親失格よ。息抜きしただけじゃない。それとも母親は自分を犠牲にして我慢しなきゃいけないわけ。そうじゃない。私が言ってるのは人の話も聞かず子供の安全も確保しないでノーノーと浮気旅行に行ったことを怒ってるの。だからお姉さんに頼んだでしょ。私は悪くないわ。それなら同じことを凌介に話してみなさい。なんでそうなるのよ。どっちが間違ってるか判断してもらいましょう。ちょっと凌介に話したら許さないから。何を許さないって。え、凌介、ほら話してみなさい。何。あのね、お姉さんに千尋を預けたのに放置したのよ。ひどいでしょ。私は出張だって言ったよね。ほら、こうやって嘘をつくの。それでお前はどこへ行ってたんだ。それは友達と旅行に。あれあれ、私が聞いた話と違うけど。うるさい、あんたは黙ってて。言われちゃいけない相手なのか。そんなわけないでしょ、ただの友達よ。浮気相手じゃなかった。違う、それは冗談で言っただけ。私がそんなことするわけないじゃない。てかさ、さっきから自分の話ばかりで千尋のことは気にならないんだな。あ、そうよ。千尋はどこ。今まで忘れてたわね。確実にな。そんなわけないじゃない。あの子はどこにいるの。病院よ。え、なんで。スカット公園の近くの河川敷で倒れていたそうだ。
転んだ時に頭を打ったって。嘘でしょ。千尋くん寒くて痛かっただろうな。体半分水に浸かってて意識を失うくらい頭を打って。やだ千尋、本当にかわいそうだった。あの子は大丈夫なのよね。まさかお姉さんの人殺し。千尋を返して。は？千尋くんは意識を取り戻して明日退院だけど。紛らわしい言い方するんじゃないわよ。勝手に勘違いしたんでしょ。千尋がそうなったのはあんたのせいじゃない。どう責任取るつもり。お前がいけないんだろ。なんでよ、私はお姉さんに頼んだわ。またその話。いい加減にしろ。いくら姉だからってこんな時まで肩を持つとか信じられない。父親失格よ。拉致が開かないわね。ちゃんと凌介の口から説明なさい。そうだな。自分の立場が分かってないようだ。何の話。凌介はあなたの浮気に気づいていたのよ。え？やたらとお前の外見が派手になったから怪しいと思ってちょっと前から探偵に依頼して調べてもらったんだ。はあ？勝手に調べるとかありえないんだけど。普通まずは謝罪じゃない？黙れクソババ！あんたのせいでこんなことになったのよ。責任転嫁も甚だしいわね。子供がいるのに浮気とか何考えてるの？あんたに関係ないでしょ。夫婦の問題に口を挟まないで。俺はお前が千尋の面倒をちゃんと見てると思ってたから離婚するのを踏みとどまった。でも違ったようだ。まさか離婚とか言わないわよね。そのまさかだよ。ちょっと待って、今回こんなことになっちゃったけど普段はちゃんと面倒見てるわ。凌介が出張でいない日の夜は家に帰らないのに。そんなことするわけないでしょ。いい加減なこと言わないで。ママは朝まで帰ってきてくれない。一人で夜お留守番するのは怖いって千尋が言っていたぞ。え？男を家に入れてその間風呂場に閉じ込められてるとも言ってた。あんな小さな子になんてことするの。千尋くんの話を聞いてて涙が出てきたわ。子供の言葉を鵜呑みにしないで。あの子が嘘ついてるのよ。ふざけんじゃねえぞ。私の大事な葵をあんな目に合わせた挙句言い訳三昧。いい加減にしろよこの色欲ゆるゆる女。何それ。しおりにぴったりな呼び名だな。ひどくない。凌介が浮気の証拠を集めたから言い逃れはできないわ。そういうこと。姉さんから有能な弁護士も紹介してもらったし離婚は決定。お前らには慰謝料を請求する。ちょっと待って、彼氏はフリーターだからお金がないの。千尋に貧乏生活をさせる気。この女この後に及んで親権をもらえると思ってるわね。そうみたい。なんでこんな女と結婚したんだろう。あの時の自分を呪いたい。母親が親権を取るのは当たり前でしょ。普通ならそうかもね。何が言いたいわけ。お前は千尋を放置した。これは保護責任者遺棄という罪になる。何それ。扶助を必要な人を放置するのは犯罪よ。それなら逮捕されるのはあんたの方でしょ。何度も言うけど私は断った。 LINE でもその会話が残ってるわ。そんな、彼が家の前に置いておけば預かってくれるって提案したの。私はそれに従っただけなのに。それなら彼も共犯ね。だな。警察にも伝えておくよ。ちょっと待って、本当にごめんなさい。もう彼とは別れるから。お前とは離婚するし好きにすれば。親権は絶対に渡さない。浮気の慰謝料と養育費も請求するから覚悟しろ。そんな、私が悪かったです。お姉さんからも言ってください。他人になるんだからお姉さんって呼ばないでくれる。大事な弟と甥を傷つけたこと絶対に許さない。申し訳ございませんでした。反省してるわ。逮捕なんて嫌。後日談。しおりたちは保護責任者遺棄罪で懲役2年の判決が下されました。凌介は2人に浮気の慰謝料を請求したそうです。しおりは財産の使い込みもあり、それプラス養育費でかなりの額を請求されたとか。
一括では支払えなかったらしく、公正証書を作成し分割払いになったとのこと。今回のことで彼女は両親からも絶縁されたそうで、出所したしおりを待ってるのは返済地獄のみ。凌介は実家の近くに引っ越し、今は両親の手を借りながら千尋くんを育てています。両親も孫と毎日のように会えてとても嬉しそうです。来週千尋くんの誕生日会に招待してもらったので、ずっと欲しがっていたゲームを買いました。喜んでくれるといいな。今日は上司とキャバクラに行くことになったから飯いらねえよ。え？浮気とか冷めること言うなよ。50近い夫婦がそんなんで揉めるなんて今更ないから。そうじゃなくて、ご飯いらないときはもう少し早く連絡してほしいな。急遽決まったんだから仕方ないだろ。今日は帰らないと思う。明日もなんだかんだ上司と遊んで、帰りは夕方かな。それは困る。最近こういうの多すぎるよ。それに明日はお母さんのことをちゃんと見ててくれないと。なんでだよ、介護はお前の役目だろ。明日は高校の同窓会だから昼には家を出るって言ったよね。そんなのどうでもいいじゃん、断れよ。私の予定の方が早く立ててたのに。こっちは仕事の付き合いなんだよ。お前は在宅ワークで楽してるくせに何言ってんだ。在宅だって立派な仕事だし、お母さんの介護だってあるのよ。んじゃあ施設に入れるか。それは車椅子で自由に行動できねえし、もうあれ認知症入ってるだろ。78歳だもんな。自分の親なのに力になろうとかは思わないの？老人ホームで面倒見てもらえばいいじゃん。金さえ出しとけば世話したってことになるだろ。それは本人が嫌がるから。構わないって言ってたじゃん。あれは本心じゃないと思う。口ではそう言っても震えてたもの。捨てられると思って怖くなったんじゃないかな。はあ？子供じゃあるまいし。お年寄りはだんだん子供に戻っていくって話があるでしょ。それで俺のやることが増えたらたまったもんじゃねえわ。だから私が全部やってるじゃない。それに施設に入れるったって、そのお金はどこから払うの？そりゃあ貯金から。そんなものないでしょ。あなたは自分の稼ぎを家計に入れずに遊びに使っちゃうから、私のお金で生計を立ててるんだよ。ガミガミうるせえな。それは最近になってからだろ。今の話をしてるんだもの。昔の感謝はどこに行ったんだよ。お前が病弱でパニック障害とかいうわけわかんない病気だから俺が養ってただろうが。恩返しはしようと必死に在宅で働いて介護してる。じゃあそのまま自分の仕事をちゃんとやっておけ。こんなのは夫婦じゃないわ。二人の時間なんてまるでないし、私は毎日何をしているのかわからなくなる。いい大人のくせに。こんなこと言うのはあれだけど、介護は正直大変なの。20年前からやってんだから、いい加減なれろよ。出会った時から車椅子だったから、結婚して介護するのは分かってたわ。でも認知症が入ってきちゃうと意思疎通が難しいし、私も精神的に困ることが多くて。だからたまにでいいから助けてほしいの。息抜きがしたい。ダメ、施設に入れないってお前が決めたんだから責任を持て。私の気持ち本当にわからないかな。もう行くぞ、上司が待ってる。サトシ。20年前とは全く別人みたい。私はユリ、48歳。27歳の時に友人の紹介でサトシに出会い、1年付き合って結婚しました。当時はとても優しい人で、私の持病を理解してくれていました。外に出るのが怖いなら母の世話だけしてもらえないかなと言われ、私は心よく引き受けました。お母さんは50代前半で事故に遭い、車椅子生活を余儀なくされたそうです。席を入れた直後はとても申し訳なさそうにしていたのが印象的でした。在宅ワークがまだなかったあの頃、私にできることはお母さんのお手伝いくらいしかなかったですし、気の合う方なので生活が楽しかったです。しかし年を取っていくにつれて介護も難しくなり、サトシの態度も横暴になっていきました。
今の彼には昔日の面影はありません。こんな生活がいつまで続くんだろう。私は不安で仕方がありませんでした。そんな時、お母さんが心房細動で救急搬送されたのです。数日後、ユリちゃん。え、お母さん？携帯持ってきていてよかった。さっき目が覚めたの。よかった、意識が戻って。私も1時間くらい前に病院に来ていたんです。来てくれてたのね、ありがとう。いえ、なんかお母さんと LINE するの久しぶりですね。使い方わからなかったから看護師さんに聞いたわ。あ、そうだ、お医者さんはなんて？一過性だから様子を見ましょうって。そしたらしばらく入院でしょうか？どうだろう。とりあえず命に別状はないってことですよね。安心です。うん。なんだか今日お母さん落ち着いてますね。うん？なんていうか、最近あまり会話ができなかったから。ああ。今日は私のことを覚えててくれて嬉しいです。あ、そうだ、着替えとか持っていきましょうか？いいわよ、今帰ってきたばかりだし。外に出るのはしんどいでしょ。電車に乗らなければ平気です。車で行くので。うん、いいの、どうせすぐ必要じゃなくなるから。え？私ね、もう長くないと思うのよ。そんなことありませんよ。お医者さんも何も言ってなかったんでしょ？こういうのは自分でわかるものなの。ああ、お迎えが来てるなって。冗談でもそんな寂しいことを言わないでください。ゆりちゃん、今までごめんね。どうして謝るんですか？あなたのことを孤独にさせてた。騙していたのよ。え？私の認知症はまだそこまで進んでいないの。いや、でも口を開かなかったり、私のことを忘れたりもしていましたよね。あれは芝居を打たせてもらっただけ。そんな嘘でしょ？確かに認知症ではあるのよ。ボケーっとして目の前にいる人が誰だかわからなくなることがあった。でも大体はすぐに思い出せていたの。サトシの前では特にひどかったですよね。それこそ少し大げさにしてた。あの子を油断させるためにね。どういうことですか？とにかく私の命は長くないとか言って、長生きしたら笑えるわね。笑いたいです。長生きしてください。でももう私は満足。あなたにまずお礼を言わせてちょうだい。本当にありがとう。そんなお別れみたいな言葉やめてくださいよ。他人の親なのにここまで優しくしてもらって、なんて言ったらいいか。ほんと幸せになってね。お母さん、サトシのことは気にしなくていいから、自由になるのよ。あなたのためにと思って用意していたの。何をですか？大好きよ、ありがとう。それじゃあね。お母さん、ねえ、どうしたんですか？お母さんってば。翌日、お母さんが亡くなったっていうのにどうして何も連絡してこないの？昨日から帰ってこないし、一体どういうつもり？ああ、今 LINE 見た。お母さん死んじゃったんだよ。みたいだな。それだけ？まあ覚悟はしてたし。息を引き取ったのは昨日のお昼頃よ。そうか。倒れたっていうのに会社のゴルフに平然と出かけて、帰ってきたと思ったらまた出かけて、今まで連絡なし。本当何考えてるの？説教とかめんどくせえ。は？もういいよ、離婚しよう。母さんが亡くなったから用済みのお前も捨てるわ。なるほどね。お母さんが言ってたのはこういうことか。何が？いいえ、何でもない。タンスの右上に記入済みの離婚届があるからよろしく。こんなの用意してたんだ。まあな、それ記入したらとっとと出てけ。
そこは母さん名義の家だから、俺のだ。わかった。離婚届出しておくね。なんだ、もっと引き止めようとするのかと思ってたわ。私たちに愛なんてとっくにないでしょ。そうだな。さようなら。1ヶ月後。どうか戻ってきてください。何？俺このままじゃ生活できなくなるよ。なんで？だって母さんの遺産も保険金も全部お前が受け取り人に指定されてるんだよ。そうね、手続きも終えてすでに口座に振り込まれてるわ。父さんの残した金だってあるんだから1億に上るって聞いたぞ。うん。生命保険だって確か500万かけてたよな。保険金に関してはお葬式や片付けにも使うから得するものじゃないけど。でもさすがに全額は使わないだろ。さあね。俺に1円も入らないなんておかしいと思って弁護士事務所に駆け込んだんだけど、遺留分しかもらえないって言うんだよ。それだけもらえるならいいじゃない。もっとないと無理。遺言をなかったことにできないか。これは私のために残してくれたのよ。これで好きなところに行って好きなことして過ごしてくださいって。あんなボケてるやつが私情出してくるとは思わなかったから余裕ぶっこいてたわ。お母さんはちゃんと分かってたのよ、あなたがすでに母親を見捨てたこと。だって介護なんかしたくねえし。私は20代の頃に母親を亡くしたけど、仕事で忙しくしてて入院していた時の見舞いに1回しか行けなかったの。だからなんだよ。亡くなった知らせを聞いた時すごく後悔した。帰ってくると思ってたから。だからあなたには自分の母親を大事にしてほしかったのよ。なこと言っても俺とお前は違う人間だし。わかってる。だから今もお金のことしか考えてないあなたを軽蔑してるわ。だって財産分与もできねえって言うんだぞ。特有財産だからね。俺の親の金なのになんでお前が受け取るんだ。こんなの不公平だぞ。それはお母さんに聞いてよ。俺に死ねってか。そうじゃなくて、じゃあ自分の胸に聞いてみれば。その方が早い。わかんない。相当なアホだ。浮気を隠す気もなかったしね。バレてるの？え？隠してたの？あ、いやだって隠すだろ。50近い夫婦が浮気で揉めるなんて冷めるって言ってなかった？あれはキャバクラだから。違うよね。会社のゴルフに行くって言って一回り年下の子と遊んでたじゃない。いや違う、ゴルフにはちゃんと行った。てかゴルフで出会った。そこはどうでもいいんだけど、認めてるから慰謝料請求するね。金ないから連絡したのに俺から取るつもりか。当たり前でしょ。お前はどうなんだよ。夫婦仲は冷め切ってたんだから、どうせそっちにも相手がいるんだろ。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。仕事に家事に介護にそんな暇ないっての。うわ、すんません。言っとくけど、あんたが今いる家も私の名義になってるの。不動産に相談して売るつもりでいるからよろしく。家まで？今までの趣味とか女遊びとかを我慢すればどうにかなるでしょ。でもうちの給料低いって知ってるよな。それはあんたがアホで、社長のゴルフに付き合うしか能がないからでしょ。出世するために努力した。だからゴルフを。それはいいように使われてるだけ。仕事で出世しろって言ってんの。ゆりさん、なんか怖いです。この20年という長い年月はあなたに捧げたわけじゃない。お母さんという親友にあげたのよ。勘違いしないで。はい。分かったら黙って慰謝料払え。そして家から出ていけ。でも次何か言ったら私何するかわからないよ。あ、はい、すみませんでした。後日談。私は怒り心頭でサトシに慰謝料200万を請求。彼には貯金なんてものは存在しないので月払いを許しました。しかし職場で不貞をして妻と別れたというレッテルが貼られ、ゴルフや飲みにも参加できなくなり、どんどん居場所を失って結果退職に追いやられたそうです。今は工場で働いているそうですが、若い週に
使えねえクソ親父というあだ名をもらい、毎日汗水涙を流しているんだとか。かわいそうだろ、慰謝料減額してくれという手紙をもらいましたが、破り捨てました。お母さんのお墓は生前の希望通りにしました。公園のようなところで春になると桜がきれいに咲きます。散歩コースでもあるので程よく賑やかで寂しくないですね。私は第二の人生を始めようと海が見える場所に引っ越しましたが、一年に一度必ずお墓参りに行きます。ありがとうお母さん。今日から妹の子を預かることにしたから頼むぞ。え、どういうこと？いろいろ事情があって、さやは子育てができなくなったんだ。そのいろいろを説明してよ。うちは夫婦共働きなんだから、お子さんを預かる余裕なんてないじゃない。どうやら旦那に浮気されて病んで体調崩したらしい。あらま。このままじゃ子供にも影響が出るし、うちで預かるって言っちゃったんだよ。その前に私に相談してよ。お前がダメだと言っても預かるつもりだったから、どっちでもいいだろ。考えなしなことするのやめて。日中二人とも仕事してるのに誰が面倒見るの？まだ1歳でしょ。3歳だぞ。名前はユノだ。あれ、妹さんが出産したのって1年前じゃなかったっけ？あれはお前に報告するのが遅くなっただけで、実はもう3歳なんだ。ああ、そういうことね。私、さやちゃんに嫌われてるから。あいつブラコンだからな。全然口聞いてもらえなかったよな。結局5年前の結婚報告以来会ってないけど、嫌われすぎてて2年遅れて出産報告されてたとはね。まあそういうわけだから、3歳なら留守番もできるだろ。いやいや、3歳を一人になんてしておけないわよ。幼稚園とか保育園に行かせてるの？いや、無縁児らしい。なおさらどうするのよ。お前職場に頼んで在宅ワークにさせてもらえよ。そんな急に言われても。俺は解体業なんだから在宅とかないの。お前は OL なんだからそういうところ柔軟に動けよ。お父さんとお母さんはどうなの？預かってくれないかしら。頼んでみたけど二人とも体調が悪いみたいで。そっか、じゃあしょうがないわね。よし、とりあえずさやちゃんと一度話しておこうか。嫌われてるにしても大事なお子さんを預かるんだからしっかりしないとね。やめとけやめとけ。すっげー病んでて今にも精神病院の隔離病棟に入れられそうな勢いなんだから、連絡するな。そんなに大変なの？それぐらい旦那が好きだったんだろ。お前が連絡したら余計騒ぎ出すと思うから今は放っておけ。分かったわよ。それでどれくらい預かったらいいの？とりあえず1年かな。1年も？無理なら半年でいい。どうだ？長いな。1ヶ月くらいの話かと思ってた。人助けすると思ってマジで頼む。妹のためなんだよ。半年預かれる保証はないけど、とりあえず職場に相談してみる。よし、ナイス俺の嫁。半年後。今日残業で遅くなるからユノと飯食べててくれ。何時に帰ってくる？わかんないな、深夜になりそう。今日は大事な話があったのに。なんだ、 LINE でいいなら聞くけど。ユノちゃんを預かって今日でちょうど半年でしょ？ああ。会社からそろそろ出社してほしいって言われてるの。だから約束通り母親の元に返したらどうかな。まだちょっとな。さやちゃんに頻繁に会ってるんでしょ？本人は何て言ってるの？もう少し預かっててほしいって。体調まだ悪いってこと？そうだな。だとしてもゆのちゃんの将来にも関わるし、このままにしておくわけにはいかないよ。エイトのことを本当のパパだと思ってるし、私のことも最近ママって呼ぶようになった。これが続くようならさやちゃんの元には戻れなくなる。それでいいんじゃないか？え？このまま俺たち二人の子供にしちゃおうぜ。冗談やめてよ。冗談じゃない。俺たち5年連れ添って、結局お前の不妊が原因で子供に恵まれなかっただろ。そうね。俺はいいけど、あゆはずっと子供欲しいって言って治療頑張ってたじゃないか。でも
お医者さんからも可能性は低いって言われて諦めたわ。これが最後のチャンスなんだよ。ユノを本当の娘にしよう。ダメに決まってるでしょ。サヤちゃんがいるんだから、いつかは本当の親の元に帰らなきゃいけないのよ。実はサヤはもう育てたくないって言ってるんだ。どうして？子育てに疲れたのかもしれないな。そんなかわいそうな子供を俺たちで救ってやらないか。そんなこと言われても。この半年間めちゃくちゃ可愛がってただろ。そうだけど仕事も忙しくなるし、育てる時間が取れるかどうか。それに来週は出張もあるの。俺が有給取って家にいるよ。でも本当の子にしようっていうのはもう少しちゃんと考えなくちゃ。今は答えなくていい。考える時間をやるからさ。あまり現実的な話だとは思えないけど、私たちが引き取らないとゆのちゃんはどうなるの？児童相談所行きってのはありえるな。そう、わかった。出張で 2,3 日家を離れるから、その間に考えてみるわ。おう、頼んだぞ。絶対いいようになるって。正直とてもとても悩みました。エイトの言うように、私は子供が欲しかった。昔からお母さんになるのが夢でした。それなのに不妊のせいで叶わず、このままだと精神も体も持たないので諦めたのです。だからユノちゃんと過ごした時間は楽しくて楽しくて、でもそれって自分の娘という感覚ではないんです。預かっているという意識だから楽しく感じたのかも。人様の娘さんを安易な気持ちで養子になんてできない。ただ彼女の居場所がなくなるのだとしたら、エイトと協力し合って助けになってあげたい。そんな気持ちで出張から帰りました。すると家の中はぐちゃぐちゃ。有給を取ると言っていたエイトもおらず、ユノちゃんが一人で留守番していたのです。私が帰宅予定時間よりも3時間も早く帰ってきたので、エイトは好き勝手やっていたのでしょう。その様子を見て、もしかしたら理由をつけて子供をしつけられているのかもと直感したのです。エイトに連絡してもはぐらかされるだけだと思い、疎遠だったサヤちゃんに連絡を取ることにしたのです。そこには衝撃的な事実が待っていました。出張終了日。サヤちゃん、久しぶり。どうしてるかなと思って連絡したの。どうも。体調はどう？最悪に決まってる。心も体も。こんな時に私から LINE されるの嫌だとは思うんだけど、こっちも少し困ってて。私より困る事態なんてあるわけ？旦那さんに浮気されたのは残念だと思う。だけどさ、子供を放置するのはどうなのかな？は？娘ちゃんは可愛いし、いい子なんだけど、預かってもう半年だよ。そろそろ会いたいとは思わない？私も、もう限界なの。会いたいに決まってるでしょ！あんたバカなの！え？会えるものなら今すぐ会わせてよ！意味わかんない！夫が浮気したとか、そんなのどうだっていい！ちょっと待って、どういうこと？ユノちゃんに会いたいなら今すぐ連れて行くけど。ユノ？誰それ？あなたの子供でしょ？私の娘の名前はリオ。半年前に亡くなってるから。もう会えないのよ！え？ユノって誰なの？半年も預かってるって何の話？エイトから、サヤちゃんの子供を預かるって突然連れてこられたの。3歳の女の子よ。リオはまだ1歳だった。生まれた時から体が弱くて。お医者様からも長く生きられるかわからないって。ちょうど1年持てばいい方だって言われてたのよ。亡くなった瞬間に夫は蒸発したわ。あの男のことはどうだっていいけど、リオがいなくなったことに耐えられなくて。嘘。ごめんなさい。知らなくて。そりゃ、知らないわよね。私たち疎遠だったし。エイトに言われてずっとユノちゃんはあなたの子だと思ってたの。アホじゃない。私が出産報告したのは1年前よ。そうよね。でも一番アホで、クズで、
きしょいのはうちの兄みたいだけど。信じたくないけど、エイトが意味不明な嘘をついてるってことよね。多分隠し子なんじゃない？それくらいしか嘘つく意味ないもの。子供の時から尊敬してて、大好きな兄だったけど、今回のことは、絶対に許せない。夫婦の問題に、あなたとリオちゃんを巻き込んでごめんなさい。別にあんたがアホなだけで、悪いわけじゃないでしょ。いいから、兄と話して。そうするわ。ありがとう。5分後。エイト、今どこで何してるの？何って？ユノと一緒に家にいるけど。どうして嘘つくの？私、もう帰宅してるんだけど。マジか。ああ、いや、ちょっと買い物行こうかと思って。ユノちゃんに聞いたら今日一日いなかったんでしょ？それはユノが大げさに言ってるだけだよ。まあ、買い物にしては少し長くなっちゃったけど。すぐ帰るつもりだったんだ。アユも、出張お疲れ様。うん。それで、今どこで誰と何してるの？だから。これ以上嘘つかないでくれる？浮気相手と一緒に何してるのって聞いてるんだけど。浮気？やめてくれ、何のことだよ。今一緒にいるか知らないけど、浮気してるよね。何か、証拠でもあるのか。さやちゃんに連絡を取ったの。うちにいる子は誰なの？おい、連絡取るなって言っただろ。私の質問に答えて。ユノは、本当は仕事仲間の子でさ、預かってくれって頼まれちゃって。なら DNA 鑑定しましょう。え？正直に言うけど、私はこの子があなたの隠し子なんじゃないかと思ってる。違うと言うなら DNA 鑑定に応じて。嫌だよ。どうして嫌なの？夫を疑うなんてひどくないか？親子関係がないのなら普通に応じると思うけど、やっぱりそういうことか。鑑定なんかして余計なお金がかかるのが嫌なんだよ。ユノちゃん本人に聞いたけど、エイトはやっぱり本物のパパなんだね。私が嫌な思いをするから黙ってろって言ったんだって。私のこと ATM 機能がある家政婦としか思ってなかったのね。 ATM？ 今日は有給取るって言ってたでしょ。本当に取ってるのかと思って、あなたの仕事先に連絡したら、半年前に辞めてますって。どういうことかな？お前の稼ぎだけで暮らしていけると思ったから。要するに、私に子供をしつけて、私のお金で浮気相手と楽しい生活を送ろうと思っていたわけね。すまない！事故だったんだ！は？彼女がさ、俺の子を産んでてずっと聞かされてなくてさ、つい半年前に急に世話しろって言われて。ふざけんな。子供のことなんだと思ってんの？お前もそうだし、相手の女もそうだし。ごめん。謝る相手は私だけじゃないよね。さやちゃんの気持ちどうしてわからないの？なんでそんな無神経なことができるのよ。妹にはバレなきゃいいかなって思ってたんだ。信じられない。離婚ね。え？嘘だろ？逆にこんなことしておいてどうして離婚されないと思ってるのか知りたいわ。本当にごめん。彼女に気持ちはないんだ。ただ付き合わないとアユにバラすって言われてて。そんなどうでもいい情報いらないから。3年前にはもう結婚してた。ちょうど私が不妊で苦しんでいた時期よ。それなのにのうのうと浮気していたってことが発覚しただけだから離婚するの。今がどうかとか関係ないから。お前がいないと俺の暮らしはどうなるんだ？浮気相手に養ってもらえば？逆にお金を要求されてるんだよ。知らない。さっさと破滅して消えて。そんなこと言わないでくれ。お前がいなくなったら生活できないんだ。もう連絡してこないで。俺たち夫婦だろ。ちゃんと話そう。な。おい、聞いてんのか？おい！後日談。言ってやりたいことはもっとたくさんありましたが、即ブロック。エイトに使う時間があるなら、ユノちゃんのために使ってあげたい。義母も義父も私の家まで来て土下座して謝ってくれましたが、ただ、ユノちゃんを育ててほしいとお願いしました。エイトと相手の女には任せられないし、私も育てることはできません。
義両親は絶対にユノちゃんを幸せにすると言ってくれました。後日、サヤちゃんとも話しましたが、精神的苦痛を負わされたとして、エイトを訴える準備に入っているらしいです。そのまま絶縁するんだとか。私も彼女に謝罪しましたが、こちらも今まで素っ気なくしてごめんなさいと言ってくれて、和解することができました。エイトは私のお金で暮らしていくつもりだったので仕事もないし、両親からも絶縁され、家も失って途方に暮れているらしいです。そんな中、サヤちゃんから損害賠償請求をされるので、自由に暮らしていくのは無理でしょうね。ああ、もちろん、私も浮気の慰謝料請求をしました。浮気相手にもね。現在、私は大きな家で一人暮らし。義両親のお気持ちあって、たまにユノちゃんがお泊まりに来てくれます。本当の娘にはできなかったけど、彼女が幸せになるように、私もサポートしていきたいと思っています。何風邪ひいてんだよ。それでも吉川家の嫁か。昨日あなたに頼まれた庭掃除で無理がたたったみたいで。俺の実家でぬくぬくと生活しといて体調管理もろくにできないのかよ。私今妊娠中なんだけど。だからなんだ。心配じゃないの？別に。切迫早産だとも話したわよね。へえ。さっき病院でも怒られたし、絶対安静にとも言われてるの。だから今日だけでも休ませて。医者の言うことは聞けて俺の言うことは聞けねえのか。お腹の子が心配なの。もしものことがあったら。子供の性別女なんだろ。後継ぎにもならねえ子供の心配なんて誰がするかよ。無事出産できるかどうかもわからない危険な状態なのに、ひどい。俺は親父の資産を継ぐ人間。そしてこの家を守るためにも新たな跡継ぎは必要不可欠だ。女なんていらねえ。お父さんは性別関係なく私の妊娠を喜んでくれたよ。親父が持ってる資産の管理や会社の経営はここ最近ほとんど人に任せっきりで気楽なんだろ。はあ。隠居した人間はいいよな。こっちはプレッシャーで潰れそうだってのには。あなただって仕事のほとんどはいとこの薫くんに任せっきりでしょ。俺が仕事を与えてやってんの。25歳にもなって仕事もろくにせずにフラフラしていたから面倒見てやってるだけだ。そう。てかお前、俺に立てつくほど元気があり余ってるみたいだな。元気じゃないわよ。熱だって38度もあるし。うるせえ。さっさと布団から出て家事の一つでもしろ。俺はパチンコ行ってくる。またここ最近毎日のようにギャンブルに行ってるわよね。ストレス発散だよ。悪いってのか。限度ってものがあるでしょ。嫁が跡取りでもある夫に口答えするな。離婚されてえのか。これから子供も生まれるのにそんなこと言わないでよ。なら黙って働け。嫌ならこの豪邸からも追い出すぞ。分かったわよ。私の名前は直子。義実家に同居している28歳専業主婦です。現在妊娠中で臨月の私を義父や義母はいたわってくれるので基本的には快適に過ごしているのですが、7歳年上の夫秀樹はとんでもない亭主関白で日々ストレスを感じています。3年前、もともと気弱な性格で恋愛も奥手だった私を両親は心配してお見合いをセッティングしてくれ、そこで出会ったのが資産家の息子の秀樹でした。最初は優しくしてくれていい人だと思ったのですが、私が妊娠してからなぜか夫の態度は一変、亭主関白気取りの厄介な旦那になってしまったのです。義両親が一緒の時は私の味方になってくれるのでいいのですが、最近は LINE で私を攻撃してくることも多くなりうんざり。そんな中、夫はとんでもない事件を起こしてくれたのです。次の日。いい加減にしろ。いつまで寝てるんだ。ごめんなさい、昨日の夜また熱が上がって。昨日も結局母さんに家事を押し付けて寝てただろうが。何考えてんだ。予定日も近いんだから無理しないでってお母さんに言われたの。じゃあ今日は動け。頭もうまく働かないしお腹も張ってきつい。もう我慢の限界だ。風邪をひくなんてたるんでるからだろうが。罰を与える。
何をする気？庭先の倉庫に今すぐ行け。今日は一日そこで徹底的に掃除をしてもらう。今日は雪も降ってるのよ。無茶言わないで。離婚届今書き終えた。え？お前の欄も俺が書いておいたから。あとは提出さえすれば、俺たちは赤の他人になるわけだ。勝手なことを、お父さんたちが知ったらどんな気持ちになるか理解できないの？親父たちも後継ぎを産めないお前と別れてくれて内心ホッとするんじゃね？お父さんたちはそんなことを思うような人たちじゃない。それはどうかな。本心はどう思ってるかなんてお前にはわからねえだろ。何それ。それに俺と離婚したらこの豪邸も出ていくことになるし、無職のお前がガキと二人でどうやって生活するんだ。それは俺に捨てられたらお前にとってはデメリットしかない。なら俺の言うことを聞いていた方が安牌だと思わないか。分かった。でも一日中はさすがに無理。せめて15分だけにして。仕方ねえな。俺の優しさに感謝しろよ。はい。それじゃあ朝までその倉庫で凍えてろ。え？次の日の朝。反省したか？お父さんから何も聞いてないの？なんか親父からやたら着信が入ってたか？もしかして無視してた？お前に倉庫の掃除を頼んだ後、友達の家で徹慢してたから電話に出る暇なんてなかったんだ。こっちは大変な思いをしてたっていうのに麻雀だなんて。そりゃ大変だっただろうな。極寒の倉庫の中で一夜を過ごした感想をどうぞ。は？何の話？だからお前倉庫に閉じ込められて出れなくなってんだろ。それ俺がやったんだ。反省できてないならまだ倉庫に入っとくか。私倉庫に行ってない。え？あの後倉庫に行く前に破水しちゃって、お父さんの車で慌てて病院へ行ったのよ。は？風邪をひいてたのもあって途中で意識失っちゃったり、急遽帝王切開にもなって色々と大変だったんだから。嘘を言うな。俺は倉庫に入っていく人影をちゃんとこの目で確認してから外影を閉めたんだぞ。そういえばお母さんの姿を見てない。まさかお母さんを閉じ込めたなんてことないわよね。今家に誰もいないのか？倉庫を早く確認しろ。今お父さんにお願いして家に帰ってもらった。でもここからだと20分はかかる。あなた今どこにいるの？友達の家だけど二日酔いと寝不足で動けねえ。こんな時に何を？いとこのカオル君にも連絡する。カオル君の家はうちからも近いし、すぐに助けに行けるかも。無事でいてくれ。このままじゃ俺が悪人になっちまう。カオル君から連絡が来た。お母さんの体冷たくなってるって。マジかよ。スマホも持ってる様子はなかったらしいから助けも呼べなかったみたい。どうしよう。心配なら今すぐ家に戻りなさい。そんなことしたら俺捕まっちゃうじゃん。は？警察の世話になるなんてごめんだ。こんな状況でまだ自分のことばかり考えてるの？いい加減にしなさい。これは事故だ。お前も口裏を合わせろよな。最低。あ、カオル君からまた LINE が。意識はしっかりしてるみたい。救急車も呼んだから大丈夫だって。よかった、犯罪者にならずに済んだ。何言ってんのよ。反省してないの？怒るなって。お前に罰を与えるつもりがちょっと間違えただけだろ。私が閉じ込められてたとしても大問題よ。なんだよ、うるせえな。でもなんで母さんが倉庫なんかに？お父さんが言ってたけど、もともと昨日は倉庫の大掃除をする予定だったみたい。なるほどな。家はかなり広いから、玄関先で私とお父さんが慌ててる声なんて庭にいたあなたとお母さんには聞こえなかったのね。全く何も聞こえなかったぜ。あの時は私もお父さんもパニックだったから、お母さんに声をかけることも頭になかったわ。何はともあれ母さんも無事で、お前も出産できたってわけだし、一件落着だな。警察に通報するから。なんでそうなる？故意に人を閉じ込めるのは立派な犯罪よ。たるんだお前の生活を正すために罰を与える目的でやったことだ。
それに母さんを閉じ込める気は全くなかったし。私だろうがお母さんだろうが閉じ込めようって発想がもうアウトだから。通報なんて親父が許さないだろ。跡取りの長男が逮捕って世間体悪すぎだしな。今お母さんが搬送された病院へお父さんも向かってる。お母さんの安否を確認したらすぐに警察に連絡するそうよ。親父が？あなたとは絶縁するし後も継がせないんですって。じゃあ莫大な資産はどうなる。管理する人間がいないといろいろと困るだろうが。それはカオル君に任せれば問題ないんじゃない。てか今までも管理はすべてカオル君がしてたんだし。あんなチャランプランが管理するなんて無茶だ。今までは俺の監視下のもとうまくいってただけだぞ。何言ってんのよ。あなたは毎日ギャンブル三昧でろくに仕事なんてしてなかったくせに。いろいろ隙間時間にはしてたよ。じゃあお父さんが所有してるマンションは全部で何と？土地の数は？経営している会社の事業形態は？それは、質問が多すぎて混乱した。パスで。わからないなら素直にそう言いなさいよ。うるせえ。だいたいカオルはいつまでも定職に就かないから俺が情けて仕事を手伝わせたんだ。俺がいなきゃあいつはニートだったんだぞ。知らないの？カオル君って大学生の頃から株とかの投資をしてて資産1億もあったんだよ。え？でもそれも飽きてきたところであなたに声をかけられたから仕事を手伝うことにしたって私は聞いたけど。あいつそんなことしてたのか？親戚みんなが知ってることなんだけど。最近親戚とは話してないし、カオルとも雑談なんてあんまりしねえし。そういえば親戚の集まりもギャンブルに行ってて不在なこともあったっけ？でも俺は実の子だ。カオルは所詮ただのいとこ。全部あいつに任せるのはやっぱおかしいだろ。後継ぎは実の子じゃないといけないってルールはないはずよ。あ、お父さんから LINE 来た。財産や資産はすべてカオル君に生前贈与するってさ。嘘だろ。だからあなたは安心して刑務所に行って大丈夫よ。親父から資産管理全部任されて面倒だったから暇そうにしてたあいつを利用しただけなのに。残念だったわね。全部お前のせいだ。はい。親父は毎日のようにお前のことを褒めまくってさ。妊娠したのを知った時なんか孫を産んでくれる直子さんに財産を全部あげたいくらいだなんて言ってたんだぜ。あれはただのジョークでしょ。まさかそれを真に受けてこんなことをしたっていうの？どっちが立場が上かお前に分からせる必要があると思ったんだ。あなたとは離婚ね。こんな人と今後も一緒に暮らすなんて無理。子供にも悪影響だわ。どうぞご自由に。でも俺と別れたら豪邸からは出て行ってもらうぜ。あ、またお父さんから LINE。 あなたとは親子の縁を切るそうよ。は？私と子供についてもきちんと責任を取るって言ってくれてるわ。俺のとこにも親父から LINE 来た。マジで親子の縁切るってね。嘘じゃないでしょ。なんかサイレンの音が聞こえるんだが。マジで通報したのかよ。だからそう言ってるじゃない。俺が悪かった。謝る。ごめんなさい。だから警察だけは勘弁してくれ。今さら謝ってもね。こっちに来られるのはまずいんだ。実は賭け麻雀をしてて。そんなことしてたの？遊びでつい。今この家に入られたらそっちの罪でもしょっぴかれちまう。このバカ男、刑務所でしっかり反省しなさい。なあお子様、助けてください。お願いします。知るかボケ。言い訳は警察にでもして。さようなら。そんな。後日談。その後夫は警察が逮捕。賭け麻雀と悪質な閉じ込め行為で懲役刑が下りました。私もすぐに夫とは離婚。離婚届を用意してくれていたのは本当に助かりました。数年後、知り合いから聞いた話なのですが、元夫はどうやら出所後ホームレスとなり、万引きや窃盗を繰り返しては何度も警察のお世話になっているらしいです。さらに闇金にまで手を出したらしく、危ない人たちからも追われており、今はどこで何をしているのやら。私と娘はお父さんがこうなったのは全て私の責任と
引っ越しの費用や新居の手配など手厚くサポートしてくださいました。そのおかげで私も福利厚生のしっかりした会社に就職でき、親子二人で平穏に暮らしています。そしてお父さんたちとは今でも関係は良好で、時々子供と会いに行くこともあります。今後はあんなクズのことは忘れて、娘との幸せな未来に向かって歩んでいきたいと思います。母さんの介護ご苦労様。嫁の役目は終わったから今月中には出て行ってね。え、まさかうちの実家に住み続けるつもりだったの？お母さんの四十九日が終わったばかりですし、今後のことは慎吾さんとはまだ何も話してなくて。弟と話すまでもなくない？父さんは15年前に亡くなってるし、家は長女がもらうのが道理ってもんでしょ。慎吾さんもお姉さんと同じ考えならそうしますが、今すぐ聞いてよ。残業でまだ帰ってません。今の時間にいないなら家なんか不要じゃん。慎吾も姉にあげるって言うわよ。仮にそうなったとしても、もう生活基盤ができていますから、すぐ出ていくのは難しいかと。あんたの都合とか知らないし、たった7年同居したからって自分の家になったとでも思ってたの？そういうわけじゃないですけど、母さんの介護する以外に価値のない他人が家族のことに口出さないでくれる？私のことそんな風に思ってたんですか？それ以外になくない？もしかして自分も家族にカウントされてるとでも思ってた？家族だからこそ7年間介護してきたつもりです。盛大な勘違いをつ。ボロ切れみたいな服着て汚い髪振り乱しながらあちこち駆け回ってるみすぼらしい女が家族なわけないじゃん。ずっと私一人で介護してたので、服を買いに行く暇も美容院に行く暇もなかなかありませんでしたからね。それって遠回しに介護しなかった私と慎吾が悪って言ってる？悪いとまでは言ってませんが、介護は嫁がやるものだし、あんたは元からチンチクリンのブスだったから小汚く見えるのも介護のせいじゃないわ。素材が悪いのよ。ひどい言われようですね。だいたい姑の介護してても小綺麗にしてる奥さんなんていくらでもいるじゃん。近所の田村さんとか。あちらのお宅は実の子であるご主人やそのお姉さんがいつも手伝ってくれていたそうですから。ほら、条件はうちと同じなのにクジラとミジンコ並みの差よね。私、お姉さんに何かお手伝いしていただきましたっけ？母さんに顔見せに行ってたでしょ。ふすまを開けて母さん来たよ、じゃあねと言ったら、冷蔵庫の中を漁って私が生協に配達してもらった食材をごっそり持って帰って行かれた記憶しかありませんが。冷蔵庫の中も整理して母さんのご機嫌取りもして、すっごい手伝ってんじゃん。私って偉いわ。冗談ですよね。本気に決まってんでしょ。あんなにサポートしてあげたのに小綺麗にする暇もなかったとか、どの口が言ってんのって感じ。なんというか、もう反論する気も起きません。そもそもロボットに反論する権利なんてないし。は？あんたは家政婦ロボットよ。母さんもそう思ってたわ。お母さんがそうおっしゃってたんですか？口にはしてなかったけど、親子だからね、心の内は透けて見えるの。そうですか。しかしずうずうしい嫁だわ。介護が終わっても居座り続けようなんて、どういう神経してるのかしら。別にそういうわけではないです。急なことで混乱しているだけで。じゃ、混乱したままでいいからさっさと出て行って。とにかく一度夫と相談しますので。あんたらの話し合いとか関係なく、家は私が相続するからさ。来月までに荷物全部整理して綺麗にしときなよ。私はユキ、35歳です。幼い頃に両親を事故で亡くし、施設で育って高卒で就職し、10年前に社内恋愛の末に2歳年下の慎吾さんと結婚しました。その後も仕事は辞めず、夫婦2馬力でお金を貯めて家を建てようと頑張っていたのですが、7年前に義母が病気で要介護になったのです。夫には愛理さんという独身の姉がいましたが、介護は嫁の仕事と言われ、夫もそれに賛同したので私が介護をすることになりました。
義母のとしこさんには結婚当初姉さん女房であることを理由に嫌味を言われたこともありましたが、介護を始めてからはいい関係を築けていたと思います。夫と義士はただの一度も介護を手伝うことはありませんでしたが、忙しさから文句を言う間もなく月日は流れ、そして7年の闘病の末、義母は天国へと旅立ちましたと思ったら、息をつく間もなくお姉さんからあんなラインが。私はすぐに夫に相談したのですが、彼の反応は想像とは180度違うものだったのです。30分後。お姉さんのことで相談があるんだけど。こっちにも連絡があった。さっさと出て行け。え？家と土地は姉さんが、現金は俺が相続するってことで話がついた。どうして私に何の相談もなく決めるの？なんで家族でもないお前に相談しなきゃいけないんだよ。私たち夫婦でしょ。お前のことは随分前から妻としても女としても見てない。何それ、何かの冗談よね。誰だって羅生門に出てくる汚い老婆みたいな女が妻なんて嫌だろ。ひどい、あなたまでそんなこと言うなんて。そういうわけだから自分でアパート探すなりしてくれ。まるで自分は一緒に行かないみたいな言い方ね。そりゃそうだろう、誰がしなびたバーバーと住むかよ。別の若々しい女性のところにでも行くの？なんだ、知ってたのか。たまに女性物の香水の匂いが背広についていたから、そうじゃないと信じてたけど。願いも虚しく、裏切ってて悪いな。じゃ離婚ってことで。簡単に言うのね。親がくたばってすぐ離婚って言うと印象が悪いから、少し経ってからと思ってたけど、バレてんなら仕方ないだろ。裏切った上に用済みになったら捨てるなんて、どこまで最低な人なの？なんとでもどうぞ。お前はずっと専業主婦で弁護士雇う金もないはずだし、こっちに怖いもんはないからな。そこまで言われるといっそ何の気兼ねもなく出ていけるわ。それよかった。離婚届はリビングに置いておくから記入しとけ、俺が出す。わかりました。俺は今日から彼女のところに住むけど、俺がいないからって居座るんじゃないぞ。そんなつもりはありません。あ、ちゃんと家の掃除しとかないと承知しないからな。1ヶ月後。お前何しやがった？何のことでしょうか。今日実家に引っ越してきたのに家がなくなってんのよ。ああ、それならあなた方のご要望通り綺麗に更地にしときました。いつ私たちがそんなこと言ったのよ。綺麗にしておけとおっしゃいましたよね。それは掃除しておけって意味で、根こそぎなくせって意味じゃないわよ。あら、そうでしたか、勘違いしてました。お前、俺たちに追い出されたからって腹いせのつもりか。こんなこと許されないぞ。別にあなた方に許してもらわなくても結構です。そういう問題じゃない。他人の家を勝手に壊すなんて器物損壊だぞ。訴えてやる。私の家ですが。この後に及んでまだそんなこと言ってんの？あんたは家族に納棺だって言ったでしょ。私の家族はお母さんだけだよ、ボケなせ。え？建物と土地はお母さんの遺言にのっとり、正式に私が相続しました。遺言？相続？何のことよ。俺たちは何も知らないぞ。どこから話せばいいか。あなたたちから出て行けと言われた翌日、お母さんのお姉さんが弁護士さんと一緒にいらっしゃったのよ。北海道にいる年寄おばさんが？てか弁護士ってどういうことだよ。私も知らなかったんだけど、お母さん生前に年寄さんにお願いしてきちんとした形で遺言書を残していたそうなの。うわ、めんどくさ。でも几帳面な母さんがやりそうなことだわ。いやでも姉さん、それが残ってるならこいつを犯罪者にできるぞ。ああ、そっか、母さんは私と慎吾に遺産を分配してるはずだから、この女には何の権利もないと証明できるのね。数分前のことも覚えてられないなんて、頭の中に綿菓子でも詰まってんの？なんだと？さっき私が正式に相続したと言ったの忘れた？遺言書には遺産のすべてを私に譲ると書かれてあったのよ。
は？そんなのありえないだろう。そうよ、家族でもないくせに。あなたたちの言う家族って何？は？病院に連れて行くのも、ご飯を用意するのも、おむつを交換するのも全部私。二人ともお母さんの介護を何一つ手伝いやしなかったわよね。俺たちは仕事をしてたんだから当たり前だろ。だとしても、一緒に住んでるのにお母さんの部屋を覗きもしないで、私にサボるなよって言うだけってどうなの？そんなことする暇もないくらい仕事が忙しかったんだ。どの口が言ってんのよ。他の女とよろしくやってたくせに。彼女とは忙しい間を縫って会ってたんだ。その時間のうち1秒でもお母さんと過ごそうとは思わなかったわけ？それは、まあ、私はちゃんと母さんの様子を見に行ってたし、生協の食材が目当てでお母さんにはコンマ1秒の速さで挨拶しかしてなかった人が、偉そうなこと言わないで。何よ、うるさいわね。私は介護の合間にお母さんとテレビを見たり編み物をしたり、たくさん話をしたわ。はっ、そんなの嘘だね。お前は結婚してすぐに嫌味を言われてから母さんのことが嫌いだったはずだ。そのことは私が介護を始めてすぐに謝ってくれた。おかげで嫌な思いなんて一つもなく介護できたし、仲良くもなれた。たった7年間一緒に過ごしたからって何？私たちは何十年も母さんの子供として過ごしてきたのに。ただの7年じゃないわ。最後の7年よ。え？私は少しでもお母さんが穏やかに楽しく過ごせるよう努力したわ。あなたたちはどう？たった一つでもお母さんのために何かした？それは、私は何度も言ったわよね。少しでいいからお母さんと話をして、天気の話でも何でもいい、一緒に過ごしてあげてと。でもあなたたちは私の言葉を聞かなかった。だから仕事が。黙れ。私がなぜあんなにしつこくお母さんと話せと言ったかわかる？そう、お母さんね、いつもあなたたちが子供の頃の話ばかりしてた。シンゴは泣き虫でね、アイリはガキ大将だったの。本当よ、二人とも可愛かったんだから。今も可愛いけどねって。そうやって会いに来ない二人のことをずっと思っていたのよ、母さん。それなのにこの後に及んでまだ仕事が忙しかったなんて言ったら、その口に拳ぶち込むぞ。実の息子と娘から見向きもされなかったお母さんの気持ちを考えてもなおそんなことが言えるの？その、はっきりしなさいよ。本当に仕事が忙しくて話す間もなかった？どうなの？本当は母さんの介護とかめんどくさくて。やっと本音が出たわね。なんかごめん。ちょっと何丸め込まれてんのよ。こいつは他人のくせに遺産をかすめ取ろうとしてるクソ女なのよ。私本当は遺産は放棄するつもりだったの。お母さんの気持ちはありがたいけど、さすがに嫁の私がもらうわけにはいかないって。だったらなんで？俊恵さんがお母さんのお財布に入っていた写真を見せてくれて、何年か前の春、窓から見える桜が綺麗な日に私と一緒に撮った写真だった。それが何だったの？その写真の裏にお母さんの字で娘との一枚って書いてあったのよ。え？私本当に嬉しくて、お母さんは私のことを娘だと、あの家で唯一私を家族だと思ってくれていたんだって。だから娘として遺産を相続することに決めたの。つまり母さんは本当の娘の私を捨てたってこと？まだわからない。あなたたちがお母さんを捨てたのよ。やだ、そんな言い方。お母さんは私に手紙も残してくださってて、それも私を後押ししてくれた。私たちには何一つ残してないのに、あんただけ手紙まであるなんておかしいわ。本当は遺言も何もかもあんたの作り話じゃないの？まだそんなこと言うんだ。もうよそうよ、姉さん。簡単に騙されたあんたは黙ってて。やめろって。姉さんだって本当はユキの言ってることが嘘じゃないって分かってるだろ。うるさい。あんた
はそれでいいの？私たち何ももらえないんだよ。仕方ないだろ。ユキの言う通り、俺たちが母さんを捨てたんだ。とんだ親不孝者だよ。シンゴ。昔は俺がよく母さんとテレビを見てしょうもないことで何時間も話して笑ってた。ユキが同じようにそうしてるとき、俺も混ざればよかった。姉さんだってそういうのあるだろ。私も小さい頃、母さんにたくさん編み物を教えてもらったな。母さん、私とも一緒にやりたかったのかな。俺はこれ以上、天国の母さんを悲しませたくない。私も、母さんには昔みたいに、笑っててほしい。ユキ、悪かった。今さら謝ったところで、お母さんは戻ってこないし、あなたが私を裏切って浮気をしたことが許されるわけじゃないわよ。わかってる。慰謝料もいい値で払うよ。そう。どうやら最後の最後に、わかってくれたようね。ああ。姉さんも、もういいだろ。ええ。ごめんなさい。ユキ、この7年間、一人で辛い思いをさせて悪かった。何言ってるの？私は7年間幸せだった。今更俺たちに気を使わなくてもいいよ。失礼ね。嘘じゃないわ。お母さんが残してくれた手紙を読んで、心の底からそう思えたもの。そうか。母さんがどんな手紙を残したか、俺たちには見る権利もないよな。本気で反省したなら、二人でお母さんのお墓をしっかり守ったよ。今度こそちゃんと会いに行って話をするわ。聞いてくれるかわからないけど。今まで本当にすまなかった。それから、ありがとう。どういたしまして。じゃあね。ユキさんへ。あなたが家族になってくれて。私は本当に幸せでした。息子と結婚したばかりの頃、あなたが息子より年上だという理由だけで、嫌なことを言って、本当にごめんなさい。介護をしてもらうようになって、そのことを謝ったら、あなたは、そんな昔のこと忘れちゃいました、と、ケロッと笑ってくれて、私は救われました。それからは慎吾や愛理が顔を出さない中で、あなたは私が寂しくないように一緒にワイドショーを見て、くだらないことで口論をしたり、編み物をしたことなかったあなたが頑張って私のために手袋を編んでくれたり、あなたとたわいもないことをして過ごす時間はとても楽しかった。今私がこんなに穏やかな最後を迎えられるのは、すべてユキさんのおかげです。感謝してもしきれません。同時に、子供たちのことで迷惑をかけてごめんなさい。遺産の件は姉から聞いていると思いますが、これは私から息子と娘への最後のしつけでもあるので、どうか遠慮しないで受け取ってください。あなたは私にとって、かけがえのない娘です。あなたが編んでくれた、指が6本ある手袋は私の宝物です。だからどうか幸せになってください。私はそれを何よりも願っています。ありがとう、母より。緊急事態よ、早く帰ってきなさい。どうしたんですか？どうしたもこうしたもな。嫁の分際で夜遅く帰るなんて恥知らずもいいとこね。月末なので忙しくって、コウさんには伝えてたのですが。だから何？私は聞いてない。すみません、なるべく早く帰りますので。緊急事態だって言ってるでしょ。さとみさんはいつも自分のことばかりで人に気も使えないのね。とりあえず上司に仕事を明日に回していいか確認してみます。義母が体を悪くして大変だって言えば返してくれるでしょ。また足が痛むんですか？それともどこか悪いんですか？そうなの、だから頼みたいことがあるのよ。コウさんじゃダメでしょうか？私はあなたに頼みたいの。コウちゃんには言いづらいことなのよ。わかりました、すぐに帰ります。
よかった。じゃあいつもの魚屋でマグロとサーモンのお刺身、駅前のワイン専門店で赤ワイン生ハム、あとデパ地下で北海道フェアをしてるみたいだから良さそうなの買ってきて。え、緊急事態ってそれですか？そうよ、早くしないとご近所さんが来ちゃう。こんな時間から宴会ですか？体が悪いんじゃ。お腹が空いて気持ち悪くなってきたの。そういうことならご自分で買いに行けばいいのでは。足が痛いのよ。聞かなくてもわかるでしょ。もう少し義母を敬うことはできないわけ？じゃあコウさんに頼んでもらってもよろしいでしょうか？まさかコウちゃんに買い物行かせようとしてる？駅前だと在宅で仕事してるコウさんの方が早く行けると思うんですけど。あんたにはわからないだろうけど、在宅ワークも仕事なのよ。疲れてお風呂に入っているわ。お風呂上がりに買い物行けるか LINE 入れておきます。ふざけないで。ろくに稼がず生活費も全く入れない。卑怯な嫁がうちの息子を使うな。私も仕事してますけど。安月給で困るってこうちゃんが言ってたわよ。家にも入れないなんて実質稼ぎゼロじゃない。そんな風に言ってるんですか？そうよ、いつも愚痴をこぼして本当にかわいそう。あ、お風呂上がったみたい。じゃあ買い物に行ってもらえるか連絡してみます。だいたいお風呂上がりに外出たら湯冷めしてしまうでしょ。本当に非常識で思いやりのない嫁ね。わかりました、今回は買って帰ります。あ、今日ビールが好きな佐藤さんも参加になったからビールも追加で。はい。私の名前はさとみ。困ったことに悩みがあります。夫の子、嫁いびりが大好きな義母と3人で暮らしていて、この義母こそが悩みの種です。夫と結婚後すぐに義母が怪我して松葉杖に。義父はもう他界しており、夫も一人っ子。一人で暮らす義母が心配だと急遽夫の実家で同居することになりました。怪我をしている義母を心配し、私もできることは率先してお手伝いしていました。しかしそれに味を占めた義母は、頼まれたら断れない性格の私を利用するようになりました。夫は私の気持ちを理解してくれてはいますが、あまり頼れない理由もあります。実は夫はうつ病を患い、仕事を辞め現在自宅療養中。義母には心配をかけたくないからと在宅ワークをしているふりをしてます。今は私の稼ぎで生活が成り立っていて、夫もそれを分かっているはずなので、安月給で困るなんて言うはずがありません。夫のことは信頼しているし、お互い支え合えば義母の嫌味も乗り越えていける、そう信じていたのですが、この後さらに衝撃的なことが私を襲うのです。数日後。あんた何よこれ、ふざけてるの？何かありましたか？あんた宛ての宅配便が届いたのよ。こんな派手なワンピースどこに着ていくつもりなの？え、開けたんですか？人のものを勝手に触らないでください。こうちゃんの好みじゃないから捨てるわね。え、金遣いが荒いってこうちゃんが言ってたけど本当ね。こんなに服やカバンがあるわ。はい、捨てる捨てる捨てる。お母さんやめてください。家にはお金を入れないのに、いいゴミ分ね。それ毎回言いますけど、きちんと振り込みしています。嘘も大概にしてちょうだい。一緒に暮らしているのに生活費を1円も入れないなんて、そんな嫁聞いたことないわよ。本当なんです、きちんと生活費を入れているので。口座の履歴を見てください。銀行確認したけど何も入ってなかった。最低でも月15万は入れなさい。じゃないと出て行ってもらうわ。そんなはずありません。毎月20万円入れてます。帰ったら証明します。あんたの帰る場所があるかしら。え、改めてわかったの。我が家にあんたは不必要だってこと。さっさと家を出て行ってもらうわ。ちょっと待ってください、コウさん家にいますよね。このこと知っているんですか？知ってるも何も、コウちゃんがそうしようって言ってるの。え、どういうことですか？だから荷物全部あんたの会社に着払いで送るわね。困ります、職場に迷惑がかかるのでやめてください。そんなの私には関係ないわ。コウさんと話をさせてもらいます。コウちゃんは仕事に出かけたわ。仕事？変な女と結婚したばっかりにコウちゃん苦労してかわいそう。それに女の務めも果たさないし、ほんと最低よね。それどういう意味ですか？いつまで経っても孫を見せてくれないじゃない。ご近所で噂になってるわ。役立たずな嫁が来たのねって。今は私が働かないといけないですし、その件についてはコウさんときちんと話ができています。大した稼ぎもないくせに偉そうに何言ってんだか。はあ、サーさんの方がよっぽどいい子だったわ。
誰ですか？こうちゃんの元カノよ。スラッとして美人だし、頭もいいし、機転も聞いて、なんてったって私にすごく優しくしてくれたのよ。こうさんが私を選んでくれたんです。本当にハズレくじを引いた気分。こうちゃん、くじ運はいいはずなんだけどな。ひどい。私を困らせて楽しいですか？これから楽しみがなくなると思うとすっごく寂しいわね。とにかくこうさんと話をします。大丈夫よ、私が全部話すから。こうちゃん、私の言葉は信じるの。夫婦といえどあんたは他人だもんね。ご愁傷様。私たち夫婦だって信頼し合っているんです。だったらこんなことにならないでしょ。いやだ、まさか復縁したいなんて言わないわよね。復縁って、まだ離婚してませんけど。そうだった、早とちり。あら、こんな時間じゃないの、宅配便来ちゃうわ。本当に送るんですか？やめてください。やだ、こんな派手な下着捨てちゃおう。いや、流しの掃除に使ってから捨てましょう。泡立ちが良さそうね。やめてください。じゃあ出ていくと今すぐ約束しろ、このごくつぶしが。わかりました、そこまでおっしゃるなら出ていきます。あら、意外とあっさりね。今コウさんから連絡が来たんです。お母さんの言う通りにしろと。さすが私の息子。でもあんたに行くところなんてあるの？どうにかします。荷物は近々取りに行くので会社には送らないでください。失礼します。ああ、せいせいした。1ヶ月後。イルス使うな、ここにいるんでしょ。鍵開けなさい。追い出しといて今更何ですか？いいから、あんたの家の前よ。早く鍵開けな、さもないとドアぶち破るわよ。なんで私の家知っているんですか？会社に問い合わせたら寮に住んでいるって教えてくれたわ。それはよろしくないですね。後で総務部に確認します。そんなのはどうでもいいから、緊急事態なのよ。困ってる義母、寒空の下放り出す気？そうなりますね。帰った方がよろしいのでは？普通家から追い出されたら泣いてすがるものよ。すみません、空気読めない嫁で。緊急事態って何ですか？またマグロ買ってこいって話ですか？違うわ、あんたに返してもらわないといけないものがあるからこうやってわざわざ来てるの。何ですか？返すものなんて何もありませんけど。しらばっくれるのもいい加減にして。こうちゃんのお金あんたが持ってるんでしょ？あの人そんなこと言うんですね。今までの生活費も含めて今すぐ返しなさい。それ無理です、だって私のお金ですから。あ、とうとう頭おかしくなった。おかしいのはそちらですよ。私離婚しようと思います。離婚したら困るの、さとみさんでしょ。まったく困りません。もう隠す必要もなくなったので全て話しますけど、生活費の20万を振り込みしてたのは私です。あんたのお金じゃなくてこうちゃんのお金じゃない。信じられないかもしれませんが、私月50万ぐらい稼いでます。え、こうさんのお金？笑っちゃ。返してほしいのはこっちですけど。私はそもそもお金を受け取ってない、通帳にも入ってないって言ったはずよ。スカット銀行第一支店の口座持っていますよね？それは大昔に使っていた口座で今は使っていないわよ。同居する際こうさんに言われたんです、この口座に毎月20万入れてほしいって。じゃあその口座を見れば今までの分が入っているってことね。早速下ろして使わせてもらうわ。残高ないと思いますよ、コウさんが全部使ってるので。一流企業で働くコウちゃんに限ってお金に困ってるっておかしいじゃない。ウケる。何がおかしいのよ、本当のことじゃない。お母さん、残念なお知らせです。コウさん無職なんです。あ、何言ってんの。私と結婚が決まってすぐに仕事を辞めたんです。そんなはずないじゃない。上司と折り合いが合わず精神的に病んでいったんです。お母さんには心配するから話をするなと言われていました。本当なの？そんなことがあったなんて、悩んでるなら言ってくれたらよかったのに。なのでコウさんが働いてない分私が稼いでいたんです。でもお母さんには心配かけたくないから在宅ワークと嘘。コウちゃん優しいからすごく気が使える子なのよ。気がついてあげればよかったわと聞いていましたが、事実は違いました。本当は社内の女の子との不貞行為がバレ、会社に居づらくなり自主退職したとのことです。え？職場に確認したので正確な情報です。今も女の子とまめに会っていますね。おかげでかなりの証拠を集められました。嘘よ。本当です。私が振り込んでいた20万をその女に使い込んでいた事実も分かり、離婚に踏み切ろうと思いました。信じられないわ、まさかうちのこうちゃんに限って。離婚届を郵送したのでサインして提出するよう伝えてください。ちょっと待って、さとみさん、
一度話をしましょう。いたしません。そんなこと言わずに、ね、ドア開けてちょうだい。急ぎで用があるのよ。もしかしてお金に困っているとか？私お金ないですよ。さっき50万円稼いでるって言ったじゃない。家族なら支え合うものでしょ。よくそんなこと言えますね。夫婦といえど他人って言ってましたよね。じゃあ嫁姑って超絶他人ですね。年上に向かってそんな口の利き方無礼だわ。年食ってるからって何を言っても許されるわけじゃありませんけどね。いいからお金貸してちょうだい。電気ガス水道止まっちゃうわ。へえ、バカにしてる。いえ、ただの相槌です。腹立つ女ね。そもそもコウさんが私を追い出そうとしていたんですよね。私しか稼ぎ頭がいないのにどうするつもりだったんでしょうね。それは働こうとしていたのかも。なわけないでしょう。今まで就活すらしてないんだから。もしかして私の年金で。困らないでした方がいいかもですね。お金むしり取られますよ。さとみさん、ちょっと会って話をしない。頭の整理がつかないわ。私もです。そうよね、女同士話をすればいい方向に向かうかもしれないわ。二人でまずは話しましょう。いいえ、私が困惑しているのはお母さんに対してです。え、私？私の部屋にあった指輪がないんです。そんなの知らないわよ。なくしたんじゃないの？いいえ、お母さんが盗んだんです。人聞きの悪いこと言わないで。証拠はないでしょ、そんなの。ビールが大好きな佐藤さんにプレミアムビールを差し入れたら全部話してくれました。佐藤さんすっごくいい人ですよね。あんたね、私のことも嗅ぎ回って。もしも私が持ってたとして、あんたのだって証明できるの。指輪なんてどこにでもあるじゃない。指輪の内側に固有番号が書いてあるんですよ。え？番号？それが私が持っている品質証明書の番号と同じなんです。だからお母さんが盗んだんだと確信したんです。そんなのハッタリだわ。何バレバレの嘘ついてんのよ。番号なんかわかるはずないじゃない。見たのは佐藤さんです。佐藤さんにつけさせてあげたとか自慢してくれたんですね。あの指輪かわいいですもんね。そんなことしたかしら。指輪の固有番号と佐藤さんの誕生日同じ数字の組み合わせだったんですって。だから覚えていたと笑っちゃいますよね。そんな偶然あるわけない。勝手に私の部屋に入ったり人のものを盗んだり最低ですね。訴えようかな。違うのよ、さとみさん。少し魔が差しただけなの。認めるんですね。ごめんなさい。あ、よかった、今ちょうどつけてるからすぐに返せるわ。全部ですか？え、私物が全然足りないんですけど。まさか売りさばいてないですよね。そんなことするはずないじゃない。あれ、佐藤さんにバッグ売りつけたんですよね。違いますか？あのおしゃべり女、あんたも最低ね。もっと年上を敬いなさい。尊敬できるところがあれば敬いますけどね。腹立つわね。コウさんなんですけど、浮気した証拠があるのでコウさんと相手の方に慰謝料請求をします。今まで使い込んだお金も返してもらいます。コウちゃんのこと好きだったのよね。許してあげなさいよ。許せるところ一つもないので、慰謝料もろもろざっくり計算すると合計600万ぐらいになりますね。そんなの払えるわけないじゃない。コウちゃん無職なんでしょ。健康な体なんですから働けばいいんじゃないですか。コウちゃん、さとみさんには優しくしていたじゃないの。そんな人を責めなくてもいいんじゃないの。私に優しかったのはお金を稼いで働いてほしいからです。そうしないと彼は彼女と遊べなくなりますもんね。いいように使われていただけです。慰謝料なんて請求されたら困るもの。やっぱり私たちだけで一回話をしましょう。だから早く鍵を開けなさい。ドア本当に壊すわよ。お母さん、どこのドアぶち破ろうとしてますか？どこの家って会社に教えてもらった寮の B 棟301号室よ。早く開けなさい。うち D 棟ですけど。へっ、そっか、お母さん B と D 聞き取れなかったんですね。残念です。そんな、じゃあここは誰が住んでるの？さあ、うちの会社の寮は D 棟だけなので分かりません。どうしましょう、玄関がへっこんで。家主に訴えられないといいですね。では失礼します。ちょっと話し合いをしましょうって言ってるじゃないの。やだ、何、パトカーが来たわ。まさか呼んだの？私を逮捕する気？こんなの嫌よ。後日だ。義母はパトカーに連れられ住居侵入罪で現行犯逮捕され、家主にドアの修理代と示談金を払うことになり、多額の出費が発生。支払いのため老体に鞭を打って、清掃と飲食店の皿洗いでダブルワークをし稼いでいるそうです。
一方夫とは離婚調停を申し立て不貞行為を働いた夫、そして浮気相手の両者に慰謝料300万を請求することに成功。さらに浮気相手に貢いでいた生活費に充てるはずのお金も通帳の履歴が証拠となり、すべて返済してもらえることになりました。慰謝料に生活費の返済、お金がない夫はどうにか稼ごうと就職したようですが、ブランクとプライドが邪魔をしてなかなかうまくいかず職を転々としているようです。私はというと、縛られた生活から解放され自分の思い通りに過ごせるようになり、これからの人生素敵に過ごしていきたいなと思います。あんた、なんで母さんの葬儀に来なかったわけ？いつ亡くなったの？一昨日よ。あんなに世話になったのに、この恩知らず！行くわけないじゃん。マジで言ってんの？何度もリアに電話したのに、使われてない番号だって言われるし。着信なんてなかったよ。もしかして前の番号にかけてない？祭り33の方。あ、もう、携帯変えたって LINE したじゃん。ごめん、忘れてた。LINE 電話でもよかったでしょ。慌ててたからそこまで考えられなかった。もしはお姉ちゃんがやったの？他に誰がいるのよ。一人で大変だったんだから。お父さんの葬儀の時はお姉ちゃんいなくて私とお母さんでやったもん。仕方ないでしょ、入院してたんだから。何が言いたいわけ？お愛子でしょってこと。なんでそんなにのんきなの？親が亡くなったのよ。悲しくないの？全然。ありえない。いつからそんな冷たい人間になっちゃったのよ。お姉ちゃんこそいつから大嘘つきになっちゃったのよ。何の話？母さんならさっき会ったんだけど。え？似てる人がいるなと思って声かけたらお母さんだったよ。東京にいるなんて驚いた。でもなんか急いでたみたいでお茶する時間まではなかったけどさ。はあ？そんなわけないでしょ。仮装までしたのよ。誰を燃やしたのよ。夢でも見たんじゃないの？あんたこそ大丈夫？実の母の見分けもつかないなんて意味不明。こんな不謹慎な嘘をつくわけがないでしょ。だから驚いてるのよ。ドッキリなら早めにネタバレして。じゃあ遺骨でも見に来たら？それなら納得するでしょ。骨見たところで誰のかわかんないじゃん。そうだけど。じゃあさ、何が原因で死んだの？事故よ。病気なら前もって知らせることもできたけど、あまりにも急だったから。それが一昨日の話？ありえないよ。リア、疲れてるんじゃない？それか精神的な病気を患ったりとかしてない？ないない、毎日楽しいし時間も余裕あるもん。変なことばかり言うから心配よ。病院に行ったら？お姉ちゃんこそ親じゃない人の葬儀あげるなんておかしいから病院行った方がいいよ。あなたと喧嘩する気はないの。とりあえずお線香くらいあげに帰ってきなさい。やだよ、旅費の無駄じゃん。名古屋までの旅費も出せないの？こんな娘じゃお母さんも浮かばれないね。ああ、遺産とかないの？あるわけないでしょ。ギリギリの生活だったみたいだし。なんだ、そんなもの当てにしてたの？あればラッキーみたいな。もういい、あとはこっちでやる。じゃあね。遺産見つかったら連絡よろう。数日後。こういうのをなんて言うんだっけ？形見もらうやつ。形見分けのこと？特にひねりのない名前だったか。とりあえずこの服とか時計もらっていくね。は？あんた帰ってきたの？別に自分の実家にいつ帰ろうと自由でしょ。お姉ちゃん出かけてんの？役所とか銀行とかいろいろ手続きがあるのよ。香典はどこに隠した？全然見当たらないんだけど。なんでそんなものが必要なの？だってそれも半分こでしょ。葬儀費用で消えたの。いくらかかったと思ってんのよ。げーマジかよ。旅費くらいもらえるかと思ったのに。それくらい持ってるでしょ。はあ、一応位牌とかはちゃんとあるんだ。嘘だと思ってた。嘘なわけないでしょ。一応近所の人にも聞いて回ったんだけど、みんなお葬式出たって言ってた。嘘じゃなかったんだね。本当に疑ってたの？うん、やっぱり私が見たお母さんは見間違いだったんだ。そうよ。
私の友達も何人か言ってくれたみたいだね。お礼言わなきゃ。どうして？で、保険はいくら降りるの？あんたそんなにお金に困ってるの？なんでそう思うの？ずっとお金の話しかしないから。確認だよ。もらえるものはもらっときたいじゃん。残念ながら何にも加入してなかった。え、マジか。保険料払う余裕もなかったのよ、きっと。寂しい老後だね。どちらかでも結婚して孫でも見せてあげられたらよかったんだけど。35歳で独身なのは確かに罪だね。何言ってんのよ、2つしか変わらないのに。私は仕事大好きだから。仕事って言っても売れない劇団員でしょ。ほぼバイトしてるって聞いたけど。まあね。だからお金はあっても困らないの。残念ね。こっちもお葬式あげるだけで精一杯だったの。にしてもこんないい時計持ってたんだ。お父さんの保険金で買ったって聞いた。いつでも身につけられるようにって。意外とロマンチストなんだ。欲しいなら持っていきなさい。いいの？どうぞ。この家も処分してお金にしたら半分渡す。でも時間かかるから少し待って。売れるかどうかもわからないし。わかった。これで信じてくれた？まあね。あと2時間くらいで帰るけど泊まっていく？うん、忙しいから帰る。そう、また顔出しなさい。はーい。数日後。ところでお姉ちゃんはいつ仙台に引っ越すの？は？いいマンション買ったんだね。ママンと二人暮らしなんて羨ましいな。私も仲間に入れてよ。何言ってるのよ。お母さんはもういないの。あなたも確認したでしょ。私の同級生に超がつく同級生がいてさ。いきなり何の話を。人の葬式に行っては香典も包まないくせに飲み食いして帰る女がいるのよ。それがどうしたの？そいつが来てたって他の同級生から聞いたから、こないだ帰省した時にお礼でもしとくかと思って会いに行ったわけ。律儀なところあるじゃない。そしたらさすが期待を裏切らない同級だったよ。何が？棺桶の中の写真撮ってた。え？事故で損傷がひどいから開けないようにって注意喚起してたみたいだけど、同級には聞かなかったみたいね。顔が違うとでも言いたいわけ？別人だね。あれはお母さんじゃない。顔がむくんだりして別人のようになることあるの？にしてもあれは違いすぎる。あんなに痩せてない。しばらく会ってないんだから知らないでしょ。隣のおばさんは直前まで相変わらずふっくらしてたって言ってたけど、人によって見え方が違うのよ。何隠してるの？そっちこそ何疑ってるの？誰の葬式あげたのよ。やめてくれない？母を失った傷がまだ癒えてないの。変なこと言わないで。認めないと思ったよ。だから全部調べた。無職に何ができるのよ。無職でも私には劇団員という仲間がたくさんいる。暇人が数人集まったところで何になるの？暇人の強さを知らないな。品川でお母さんを見つけた後、後輩の劇団員に後をつけさせたの。え？東北方面の新幹線に乗ったから慌てて後輩を乗せた。とりあえずありったけのお金持たせて。お母さんじゃない人をつけて何になるっていうの？お金の無駄だったわね。そうかな。仙台の小さなアパートに入っていくのを確認した。愛知県民が仙台に行くとしたら旅行でしょ。だったら普通ホテルに泊まるよね。知らない。その人は友達の家にでも行ったんじゃないの？まあ居場所は突き止めたから。無駄なことして。それでさ、ここからがすごいんだよ。もういい。あんたの妄想に付き合ってる暇はない。例のドキュンが言うのよ。この棺桶の中の人って駅前にいたホームレスにそっくりだって。あのね、誰がホームレスの顔なんて覚えてんの？適当なこと言ってからかってんのよ。ドキュンを舐めないでもらえるかな。あいつはホームレスにまで食料をねだるせいで、その界隈でも嫌われてるんだから。は？その中でも一番食べ物を恵んでくれてたのが女性のホームレスで、ユキさんって人だったんだって。棺桶の中の人はその人で間違いないって言い張るの。誰がそんなドキュンの言うことを信じるのよ。
そうなんだよね。警察にも何度も世話になってるし、自分が行ったところで信用してもらえないよなって言ってた。でしょうね。だから私が行くことにした。は？棺桶に入ってた人間が母じゃない。私は母を見かけて仙台に住んでることも確認。これだけあれば十分でしょ。アホじゃないの。それだけで動いてくれるわけない。そうかな。仙台に住む人の指紋もいただいてきたんだけどな。は？まあ捨てたペットボトルを拾っただけだけど。違法よ。ゴミ拾っただけだもん。お金が欲しいの？いくらで黙ってくれる？さすが保険金を受け取った人は太っ腹だね。いいから金額を言いなさい。それでさっさと消えて。お金はいらない。あんなに欲しがってたじゃない。ああでも言わないと家に上がり込む理由がないじゃん。わざとやってたの？そうだよ。一応これでも女優なの。売れてないけど。お金がいらないなら何が目的なのよ。真実だよ。本当のことが知りたい。教えたら黙っててくれる？うん。本当に？私だって身内が犯罪者になると将来に響くし困るもん。確かにそうね。で、どういう経緯でこうなっちゃったわけ？夜中だったかな。ホームレスの女性の事故現場に居合わせたの。ひき逃げされて周りには誰もいなかった。私は慌てて救急車を呼ぼうとしたんだけど、お母さんが止めた。なんで？これは私が死んだことにしてって言い出したのよ。だからどうして？お母さんすごく借金があってね。私も生活費援助してたけど、変なところからも借りてて返しても返しても減らなかった。なんで借金なんか？まあよくある酒とギャンブルよ。毎晩飲み歩いてたし、パチンコも閉店までいたみたい。なんで止めなかったの？止めたけど聞かなかった。年取ってから頑固でね。そうなんだ。だからってこれは良くないよ。わかってる。でも私の名義でも勝手に借金してて、職場にまで取り立てが来るような状況だったのよ。貧乏な劇団員のあんたに頼れるわけもないし、こうするしかなかった。でもさ、自分はいいよね。親ほったらかして夢を追いかけて好きなことして、私だけが貧乏くじ引かされてさ。悪いとは思ってるよ。これが真実よ。気が済んだ？警察に行きたいならどうぞ。うん、行ってくるね。は？普通行かなくない？うん、普通に行く。だって今の全部嘘だもん。何を根拠に言ってんのよ。お母さんに全部聞いた。なんて言ったか知らないけど嘘に決まってるでしょ。私を悪者にして自分を守ろうとしてんの。お母さんが死んだことにして保険金を手にしようとしたのもあんたの作戦。仙台の小さなアパートにお母さんを追いやったのもあんた。年寄りの妄想に騙されるんじゃないの。お母さん泣いてた。あんなことしたくなかったって。もういいからほっといて。じゃあね。そういうわけにはいかないよ。お母さんは今後ずっとこそこそ生きていかなきゃいけないんだよ。後先短いんだから別にいいじゃない。ひどい。私、お姉ちゃんがお母さんを支配してたなんて全く気づかなかった。何の証拠があるのよ。そうだね。お母さんは機械音痴でスマホも扱えない。でもお父さんの片身のボイスレコーダーだけは使えるって知ってた。え？決定的な証拠があるのになぜ黙ってるかわかる？あんたが腐っても娘だからよ。その音声どこにあんの？私が預かった。お母さんが狙われちゃたまらないから。よこせ。音声聞いて震えたよ。クソババア、生きていたければ言うこと聞け。お前はこの世に存在しない人間なんだよ。この金持って消えろ。それはたった500万渡してどうやって生きていけっていうの。戸籍も住民票もないんだよ。働くことだってできないじゃない。あーめんどくせえ。は？のたれ死ねばいいと思ったに決まってんでしょうが。なんて人、これが姉だなんて思いたくもない。思わなくていい。私もあんたのことなんて妹とすら思ってないから。
たった3600万の保険金のためにこんなことしたの。たったこのお金でヤクザから追われる生活に終止符が打てるんだよ。喉から手が出るほど欲しいに決まってんでしょ。だからってやっていいことと悪いことの区別もつかないの。ついてたらやってねえわ。お前があのババアに偶然会わなければうまくいってたのに。葬儀の前に私に電話したってのも嘘なんでしょ。私が棺の中を確認したら困るもんね。その通り。保険金は返還することになるから。もうないわ、返済しちゃったし。ないで済まないよ。裁判になるだろうし、警察にも捕まる。お願いよ、お姉ちゃんを助けて。やだね。ヤクザと鬼ごっこするより刑務所に隠れてた方が楽でしょ。こんなクソガキ、昔からお前は可愛くないんだよ。私もあんたを尊敬したことない。いつもひがみっぽくて死んだ魚のような目をしてて、私が実家に近寄らなかったのはあんたがいるから。でも今は後悔してる。お母さんの様子に気づかなかった自分が憎たらしい。さてどこに逃げよう。もうお金なんてないんでしょ。あるよ、実家売ったから。は？そりゃそうでしょう、親はもういないんだもん。じゃあね。待ちなさい。後日談。警察から逃げられると思ったんでしょうか。だとしたら相当アホですし、一日で捕まるのもアホです。裁判は傍聴していないのでよくわからないのですが、何らかの罪で刑務所入りは確定みたいです。保険会社を騙したことによる詐欺や偽装したことによる罪になるのだと思います。実家は無事取り戻しましたが、近所の目もあり戻れるはずもなく、実家を売却して東京で一緒に住むことに。ドキュンの同級生と私はホームレスの女性の葬儀を小さく取り行いました。姉に逆らえなかった母、その理由を聞いてみると、リアに危害を加えると脅されていたそうです。知らないうちに守られていた。母の強い愛情を今更ながら感じています。今度は私がお母さんを守るからね。まさか千咲が結婚するなんてね。どういうことよ母さん。だって聞けば聞くほど信じられないもの。あんたみたいなブスが結婚だなんて。それ実の子に対して言う言葉？だって本当のことじゃない。あなたは私みたいに美人じゃないもの。だとしても言っていいことと悪いことがあるでしょ。そんなの知らないし、私は昔からあんたのこと大嫌いだから。それって私の顔が別れたお父さんに似てるから。当然よ、ほんとあいつに似て嫌になるわ。って言ってもお父さんの顔なんて知らないけど。まああいつとはあんたを妊娠してすぐの時に離婚したしね。それは自分の責任でしょ。家事を全部お父さんに押し付けて、しかも妊娠したのに浮気までするなんて。うっさいわね。それくらいであいつは怒って出て行ったのよ。それは当然の判断だと思うけど。あんた見てるとあいつ見てるみたいでイライラするのよ。キモいから顔見せんな。イライラするのは私も同じ。物心ついた時から母さんに暴言吐かれてきたし。口答え？ブスのくせに偉そうに意見しないでよ。私だって人間なんだし、嫌なこと言われれば意見するわよ。今まで育ててきてやった恩を忘れたの？自分の子供に責任持つのは親の義務よ。好きでもないのに育ててやったのよ。大して私を育ててなかったでしょ。何ですって？私を主に育ててくれたのは秋華おばさんじゃない。はあ？おばさんは私が小さい頃からよく家に来て遊んでくれたし、ご飯も作ってくれたのよ。あのおせっかいだけが鳥へのクソ妹の肩持つわけ？おばさんのことをそんな風に言わないで。こっちはあんたを食わせるためにあくせく働いてたっていうのに。働くっつったってギャンブルでしょ。そうよ。そんなの働くうちに入らないわよ。細かいことはいいじゃない。よくないんだけど。にしてもかわいそうよね、ブースに生まれちゃって。私に似てれば人生イージーモードだったのに。
確かに母さんほど美人じゃないけど、身だしなみを整えるようになってから容姿を褒められるようになったのよ。そんなのお世辞に決まってるじゃない。少なくとも母さんのように失礼なことは言われなかったわ。旦那になる人だってどうせ女遊びすることしか考えてないクズ男よ。俊平のことをそんな風に言わないで。彼は誠実で優しい人よ。あっそ、そんなことより結婚式はいつなの？来月の3日だけど。あんたの式に出るなんて尺だけど、ただ飯食えるんだから喜んでいくわ。私だって来てほしくないけど、母親なんだし出る義務はあるんだから必ず出席してね。私は伊藤千咲、25歳。大学時代からお付き合いしている俊平とついに結婚することが決まりました。しかしそんな私のことを一切喜ばない人が、それはなんと私の母なのです。母は世間でいう毒親というやつで、私は小さい頃からひどいことばかりされ、私のことをしょっちゅうブスなどと外見を罵っていました。確かに母は美人で私はそうじゃありませんでしたが、実の子に対して言う言葉でしょうか。他にも大して働きにも出ず、家事全般を私に押し付けてくるだけでなく、嫌がらせで私の作った料理を目の前で捨てることもありました。私はその悔しさをバネに内面や外見を磨き、現在もそれは怠っていません。しかし辛いことばかりではありませんでした。母の妹である秋華おばさんは味方をしてくれたからです。結婚式には当然おばさんも招待して、彼女は私の結婚を自分のことのように喜んでくれました。なので正直母を式に呼ぶのは尺でしたが、一応実母だし世間体のことも考えて必ず出席はしてもらうつもりです。ただこれがさらなるトラブルへの入り口になるとは。1ヶ月後。今どんな気持ち？やばいんじゃないの？なんとなく予想してたけど、母さんってどこまでもクズね。母親不在の結婚式とか恥かいたでしょう。一応理由聞くけど、なんでこんなことしたの？最初はただ飯が楽しみだったのよ。でも途中からあんたの晴れ姿を想像すると吐き気がしてね。で、それにあんたが幸せになると思うと腹が立ってきたわ。それで、だから式当日にドタキャンして恥かかせようと思ったの。とことん人出なしね。どうせ今頃親族たちからいろいろ言われてるでしょう。言われてないけど。嘘つくんじゃないよ。たった一人の母を呼ばない薄情者ってディスられてるくせに。母さんが式に来なさそうってことは親族全員予想済みだから。私はそんなこと思われてないわ。だって外面はよくしてたし。そんなの母さんがそう思ってるだけよ。そうかしら。昔から横暴な態度についてみんなから注意されてたでしょ。されてないわよ。私は美人で性格もいいって親戚中から評判だったわ。都合の悪い記憶をすり替える癖は昔から変わんないわね。それはともかく、結婚式中止になっちゃった？なってないわよ。もう母さんには何も期待してないから。強がっちゃって。そうだ、いいこと思いついたわ。何を？気が変わったわ。今から式場行くから。来なくていいわよ。それは無理ね。これから豪華なサプライズをしてあげるんだから。なんだか嫌な予感がするわ。一体何するつもりなの？それはね、式場で大暴れすることにしました。は？だってドタキャンしただけじゃつまんないし、どうせならもっとあんたを困らせようと思ったの。やめてよ、みんなにも迷惑がかかるわ。やめません。あんたどこまで性根が腐ってんのよ。なんとでもおっしゃい。ブスの分際で幸せになろうとしてるんだからお仕置きよ。そんな理不尽な理由でめちゃくちゃにするなんて許されるわけないわ。とにかく覚悟なさい。あんたの泣き叫ぶ顔が楽しみだわ。1時間後。おい。何を？このバカ娘がなんてことしてくれたの。警備員のやつらに取り押さえられたんだけど。
アホなことしようとするからよ。あんた、私の計画みんなにチクったわね。そりゃそうでしょ。大暴れしようとしてる人が来るんだから。一体どれだけ親をおちょくれば気が済むの。私はみんなの安全のことを考えてあんたの計画を話したのよ。そのせいで私別室に閉じ込められてるのよ。当たり前でしょ。これで式はめちゃくちゃだって叫んで警備員の人に殴りかかろうとしたんだし。私はただあんたにお仕置きしたかっただけなのに。そんなこと言って私が自分の思い通りになれなかったから憂さ晴らししたかっただけでしょ。まあそうなるわね。最低。それはあんたの方でしょ。なんで昔みたいに泣いたりうろたえたりしてくれないの。いつまでもやられっぱなしの私じゃないから。ムカつく。てかそれより早く助けなさいよ。なんでそんなことしなきゃならないの。狭苦しい部屋に閉じ込められて窮屈だし。へえ。しかも警察が来るまでじっとしてろって言われてるのよ。あっそ、大変だね。何よその言い方。母親がこんなにも窮地に立たされているのに。警備員の中にはあんたが怪我を負わせた人もいたらしいじゃない。ちょっと引っかいただけよ。大したことじゃないわ。そんなの関係ないから。今あんたを出すと大惨事が起こりそうだし助けるわけないでしょ。そんなことしないから。あんたからスタッフに口添えしたよ。お母さんはもう悪いことしないって。絶対言わない。警察のお世話になってせいぜい今までのことも含めて反省しろ。なんだと。親の頼みが聞けないのか。もうあんたのことなんて親ともなんとも思ってない。散々傷つけられてきた恨みは恐ろしいのよ。そんなのもう過去のことじゃない。何年経とうが罪は罪。あんたのしてきたことは決して許されることじゃないから。そんな。じゃあ私のこと見捨てるの。当然。親を困らせてそんなに楽しいのか、この薄情者。散々人を困らせてきたくせに自分は助けてもらおうなんてそんな都合よくはいかないわ。逮捕されたら世間に顔向けできないの。そんなの知らないし自業自得でしょ。そんなこと言わないでよ。結婚式ドタキャンされたから怒ってるの。ごめんなさいね。違うわよ。もうあんたには呆れて私の手に負えないってこと。もう暴れないから。きちんとお祝いするから出席させて。やっぱり母親がいないと式は進まないものね。いや、母ならもう来てますけど。は？どういうことよ。あんたの母は私でしょ。母っていうのは集家おばさんのことよ。いつからあんな地味妹があんたの親になったのよ。おばさんはあんたと違って昔からきちんと私と向き合ってくれたわ。信じられない。それじゃあ私は修華より格下ってこと。そういう問題じゃなくて、もうとっくに私の中では母親はあんたじゃなくておばさんになってるのよ。ふざけんな。こんな侮辱は初めてよ。やっぱあんたなんて産むんじゃなかった。私だってあんたの腹から生まれたと思うと吐き気がするわ。あんたなんかいくら見た目が変わったってキモいんだよ。は？あんたの存在自体がムカついてしょうがないわ。は？とっととこの世から消えろ。とことん自己中人間だなお前は。何よその口調。お前さ、自分の行いがこんなにも大勢の迷惑になってるってことわかんないの？は？実の娘には暴言吐くわ、警備員には怪我させるわ、スタッフや親族たちを恐怖に陥れるわ。恐怖？私はそんなことしてないわよ。してただろうが。お前が発狂しながら大暴れしようとしてる様子を見て子供たちはみんな泣いてたんだぞ。でも私をそうさせたのはあんたであって。責任転嫁するんじゃねえ。全部お前がつまんない理由でそうしたんだろうが。そんなに怒んなくてもいいじゃない。これだけのことをしてなんで怒られないと思ったんだよ。それは私にひどいことをするだけならまだいい、もう慣れっこだからな。でも今回のことは絶対に許さないし見過ごさない。落ち着きなさいよ千咲。散々好き放題やりやがって。調子こいてんじゃねえぞ。
そうね、さすがに今回のことはやりすぎたと思うわ。だからお前のことは問答無用で叩きのめしてやる。やめてよ、許してちょうだい。さっきの消えろ発言は冗談だから。一度言ってしまった言葉はもう取り返しがつかないんだよ。何度でも謝るから。謝って済むなら警察はいらない。そんなひどいわよ。ひどくて結構。私だって簡単に許せるほど優しくないからね。けれどいいの？私が逮捕されても。何が言いたいか想像つくけど。何？私が逮捕されたらあんただって犯罪者の娘として一生後ろ指刺されるんじゃない？もちろんその覚悟はできてるわ。あんたを野放しにするよりマシだからね。じゃあ本当に警察に引き渡すつもり？さっきからそう言ってるでしょ。ごめんなさい。もう先にひどいことしないし、みんなにも謝るわ。警察だけは勘弁して。悪いけど信用できない。罪は償うから。その言葉は警察で言うのね。じゃあ永久にさようなら。いや。後日談。その後母は警備員への暴行と業務妨害の罪で警察に逮捕され、罰金刑が課せられました。さらには式場側からも損害賠償金を請求されたとのこと。最後に会った時、母から私が不幸になったのは全部あんたのせいだ、だから罰金と賠償金はあんたが払えと言われたのです。それに対し私は、お前が不幸なのも全部お前の責任だろ、自分が悪いのにいつまでも責任転嫁するなと一喝するとおとなしくなりました。そして母はそれらを支払うためにおばさんから紹介してもらって工事現場で朝から晩まで働かされているようです。一方私たち夫婦は自然豊かな土地へ引っ越し、のびのびと新婚ライフを満喫。数ヶ月後第一子を妊娠し、このことをおばさんに報告したら自分のことのように喜んでくれました。今の私はとっても幸せです。